今回は誹謗中傷のしすぎでヤバいことになってしまった。ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは28歳。誹謗中傷しすぎてそろそろヤバいかも。ツイッターであれこれ批判しすぎてたんやが、そろそろヤバい気がしてきた。相手が訴えるとか言ってきたけど、口先だと思ってたんだよな。そしたらマジで警察に通報するって言ってるんやが。これヤバいよな。どうしたらええ？訴えるくらいなら、最初からやらなきゃいい。ニートのくせに一般人を誹謗中傷してるから、そうなる。見せしめかもしれんな。ニートで暇すぎて一日中叩いてみた結果、悪目立ちして逮捕？ざまあ。芸能人とかインフルエンサーって、叩かれるのを分かってて SNS やってんじゃないのか？ちょっと叩かれたくらいでなんでキレてんだよ。そりゃ相手だって人間だし、キレる時はキレるだろうよ。むしろなんでキレないと思ったし。Y 以外にも結構思いっきり叩いていたやつがいたんやが。なんで Y なんだよ。他のやつでええやろ。そいつも訴えられたかもしれないだろ。謝ったんか？明らかにヤバそうな流れになったから、リクと DM で謝罪したんだよ。でも、その謝罪文を晒されて警察に通報するって書かれたんや。もうダメや、終わった。ニートしててまっまに嫌われてるのに、こんなことしたってバレたらマジで終わった。最初から印象最悪なら、もっと最悪になっても平気平気。そのまま追い出されてみる？叩くんなら、それくらいのリスクは背負うべき。最近、SNS も結構訴えられたり警察に通報されたりするようになったからな。誹謗中傷の結果、この世を去った奴らのことを知らんとは言わせないぞ。5チャンネルで叩いてるのは相手にバレてなかったり匿名で大丈夫なことも多いけど、SNS はすぐ取り締まられるイメージ。ニートが芸能人って、そもそも力の差がありすぎるのに気づいていないのがバカ。土下座動画でも撮影して相手に送ってみれば？警察だ、訴えるだって向こうが言ってるってことは、それだけイッチが傷つけたんだろうな。イッチは何歳？28歳の大卒ニートだよ。やっぱりこんなことを知られたらマッマが悲しむよな。悲しむだけで済むならいいよな。多分、もっとひどいことになるぞ。訴えられるって意味、君、わかる？ニートで何の資格も持ってないのに前科持ちになるなんて胸アツだな。犯罪者ニート、ここに爆誕。警察か裁判所から文書が届くまで震えて眠るしかないな。気の毒だけど、こっちは飯うま。芸能人も沸点低いやつが最近多いからな。どれくらい誹謗中傷してたの？芸能人やインフルエンサー、インフルエンサーを擁護する親衛隊、それから VTuber のこともコメ欄荒らして叩いてた。ニートしてると何もかもうまくいかないし親も働けばっかりで当たりが強いだろ。誹謗中傷くらいしか一日に楽しめることがないんだよ。最初は5チャンネルでスレ主を叩いてちょっと面白がったり、ニュースであーだこーだやってただけだけどさ、ちょっと SNS デビューしたら面白くなってやめられなくなったんだ。DM で謝罪してるのにダメってお金払えってことか？和解金、相当取られそうだけど大丈夫？ニートだし、和解金もクソもないだろうからこのまま訴えられるか通報されるかだな。そんなクソみたいな人生さっさと終えたらどうなんだ？イッチが消えたとしてもマッマは悲しまないどころか喜ぶ可能性すらあるだろ。世の中の役にも立たない奴がなんで人様を叩いて良いと思ったの？お前は一生、叩かれる側だよ。芸能人の不祥事とかを必死に叩いてるのがニートだと思うと笑える。インフルエンサーとも芸能人とも天と地どころじゃないのにな。そうか？芸能人は置いといてインフルエンサーは取り巻きがもてはやしてるだけだぞ。だから余計にイライラして叩いたんやが。マジで Y と同じくらいごちゃごちゃ書いてたやついるからな。訴えがどうこうって書いてあるのを見てから、すぐにほぼ全て追消ししたんだけど、ああいうのって魚卓とかが運営側に残ってんの？訴えるだなんだって言ってるくらいだし、相手がスクショ保存してるだろ。それに開示請求があったらイッチの色々がバレるぞ。おとなしく捕まれよ犯罪者。これからしばらく寝れないな。いっそ、さっさと捕まえてもらった方が心配しなくて済む分、楽じゃね？もう実しろよ。イッチがいくら要求されるか楽しみ。最近、SNS の誹謗中傷で訴えられていってのも見たけどな。ああいうの見てなかったの？自分の都合の良い情報しか取り入れようとしてないんだろうな、きっと。マッマの反応が楽しみ。そうか。ニートは叩いてる時は偉そうなのに訴えるとか言われるとすぐに逃げるんだな。そりゃ、自分で払える金もないしそうなるだろ。前に誰かに訴えられて大金払わされたのは会社員だった気がする。会社員に比べてニートの方が失うものはないよな。無敵の人？でもニートは家を失うからな。本当の無敵の人はホームレスとか生ポミンだろ。底辺のやつが、目上の人間をディスってんじゃねえぞ。ピンポン。イッチさんのお宅でしょうか？イッチ、そろそろ捕まったか？示談してこいよ、親も連れてな。なんかさっきから何度かインターホンが鳴ってビビってる。警察とかだったらどうしよう。マジであんなに誹謗中傷するんじゃなかったわ。5チャンネルに引きこもって SNS なんか始めるんじゃなかった。公開先に立たずだぞ。
お、ようやく迎えが来たか。刑務所なら3食昼寝付きだからええやん。ある意味での生活保護。もう逮捕されたことになっててくさ。生きてたら、また会う。底辺が何してんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート。働かずに格闘技をやろうか考えてる。なんでかというと、ドラクエイレブンのマルティナの華麗な蹴り技に憧れたからや。ワイも戦いたくなってきた。一応習う前に、サンドバッグとかも買おうか考えてる。悪いこと言わんからゲームだけにしときなよ。いやー、ワイも頑張ればマルティナみたいに強くなれそうやない。とにかく仕事だけはしたくないんよ。働かずにの文言いらないだろ。どうせニートなんだし。でも、格闘技習ってマルティナみたいに強くなれれば、親もワイを認めるよな。頑張れ、動画で練習映像見せてほしい。せやな。検討はしてるけどどうやってマルティナの動きを習得できるかな。サンボかテコンドーやな。男の方が強いからお前ならマルティナ超えられる。マジでやってみてほしい。ワイの憧れを代わりに叶えてくれ。でも、ニートやし。戦う相手がおらんのよ。昔はおったけど。剣道二段だけど、俺の経験と他のやつの体験談によると武道は厳しいぜ。先生も稽古も厳しい。ニートに耐えられるかな。実はワイの近所にゆるゆるの道場あるんよ。子供がほとんどで大人は少ない。ニート2期でブレイキングダウンデビューや。バキ読破してからやった方がいい。ワイはやる前は腕立て2回が限界だったが、読み終わる頃には喧嘩最強になってた。ワイは本読んで練習しとるで。タイトルなんや？教えてください。マルティナのかっこいい動きができるようになりたい。残念やけど今のところボクシングや柔道やレスリングの本なんや。始めようボクシング。井上尚弥実演。なんかはええんやないか。ワイはマルティナみたいなかっこいい蹴りが打てるようになりたいんよ。親父に見せつけてビビる顔が見たいんを。パンチだとなんか親父ビビらなさそう。サンドバッグ吊るせるところめったにないよ。家に吊るそうか迷ったけど親父にガチギレされそうや。スト6にしとけ。いいね。公民館とかでおじいちゃんがやってる柔道とかが意外とバカにならなかったりする。矢野匠はそれで強くなったし。つっても、それってそのおじいちゃん、なんかの格闘技団体に入っとるんやろ。わかる。働かずに格闘技で食っていきたいよな。ちな、ワイはマルティナみたいに働かずに食べていきたい。あ、言っとくけどワイは41歳やで。ええやん、楽しく体動かせるし自信もつく。なんもせんより有意義や思うで。ありがとうやで。でもワイは、マルティナみたいになれるか心配や。調べたけど、マルティナってまあ詰められて力勝負の特組合には弱そうな感じやけいさ。ジム通うのもお金かかるんやで。ワイは、ニートで今金が1258円しかない。助けてくれメンス。一致は典型的なあれやね。ねえ、誰かさ、別のスレで銀行口座さらそうか考えてるから、振り込める人おる？サンボとテコンドーの月謝にしたい。ねえねえ、みんな。あのさ、ワイがマルティナみたいに強くなれればブレイキングダウンに出られるかな？ニートの時点で負けてるから意味ないよ。でもさ、ワイがマルティナみたいになれれば見返せるやろ？あとさ、ワイとワイの親父のバトルとか見たいか？ええな。戦う対象が親父以外おらんのや。ワイの親父、格闘技経験ないし弱そう。ねえ、みんな。働くか、マルティナみたいな蹴り技を打てるようになるかどちらがええ思う？どっちもお前には不可能やとお前自身もわかっとるやろ？やから幸せになれないんやで。一気モチベーションあるしガチで3時ぐらいの強さになれるやろ。マルティナに憧れすぎてるだけやで。しかも、ワイ根性ないから長続きするか心配や。なんやろ、ねえ。テコンドー、サンボのジムならマルティナやシルビアみたいな相手と戦えるの？無理やね。ニートが強くなれるほど甘くはないんや。なら、ワイはマルティナみたいに強くなれないんか？まず山ごもりしてこいよ。バカなこと言ってないで働け。だって、マルティナは働いてなかったみたいやで。イレブンの主人公も。山ごもり？ニートってこういう妄想ばっかしてぼーっとしてるんやな。いや、ワイは今ドラクエイレブンの実況にハマって、そこからマルティナにガチ憧れた。セイナと付き合いたい？キックボクシングおすすめ。クソストレス発散になる。働いて稼いだ金で道場に通えばええんちゃうの。働くのが無理無理かたつ無理。ウーバーは、低評価赤番が怖い。物事を学ぶには誰かに教えてもらうのが最短。そのためには金がいる。金がいるから働く。ものすごくシンプルだと思うけどそれができないってのはその程度のやる気なんだろ。働くのだけは無理。若い頃の引っ越し社員のパマルハラが PTSD なんよ。数日後には挫折してそうだよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート20歳。工場しか行く道がない。無能で無資格のワイには工場しかないんや。ナマコは？無理。一緒に頑張ろうや。工場ええやん。まあきついとこはきついけど。正直将来は絶望やけどワイにできるのはここしかないからな。まずニートなら落とされるで。じゃあどこも無理やん。
工場行けるだけすごいで。応募する勇気が出ないよ。まあニートから工場はちょっとハードル高いかもな。アルバイトから慣らしていくのがええんちゃうかな。何のアルバイトや。深夜のコンビニとか客少なくて気楽よ。近くにコンビニあるけど評判悪いんよな。ああ何回か行ってみて雰囲気悪そうならやめといた方がええな。求職者支援訓練ってのがあるでマジで助かるでこれ。どこで受けられるんやそれ。すでに出てるけど生活保護でええやん。コツつかめば簡単に受けられるよ。働く以外に選択肢がないんや。大学行け。工場って楽そうだけど違うんか。大変だよ。確かに単純作業ではあるけど超効率を求められる。場所にもよるが体力もかなり必要。大学行けよ。何老相当。大学は行けん。リブも行けよ。無理。憶測やが多分一致みたいなのは工場で丸められるで。ワイも丸められたわ。即体調崩してやめたけど。そんな感じするけどそうなるといつまでも働けんからな。無能でも資格は工場でも使えないぞ。まず仕事に就くが重要。単純作業と発給に不満が生じたなら転職すればいい。悲観しないで頑張れや。もうこれ以上短期離職したくないから長く勤められるとこ探しとる。電気工事士やれば20歳の見習いでも税込み30万近くはもらえる。資格取れば40万にはなるぞ。 Y にできるかな。勉強するぞ勉強するぞ勉強するぞ。資格取るぞ資格取るぞ資格取るぞ。3杯今ならビッグモーターいけるやろ。冗談抜きで。いや無理やろ。というかビッグモーターなんか近くにないし。今埋められたら証拠揃えて訴訟すればいいやん。ちなみに今の候補は警備員か配送かスーパーの仕事。長く勤めれる。はったしょ。やめてくれ。20ならまだ何でもできるで。そのままやる気を捨てて何もしなくなって10年経ったのがわいや。あのさ、職歴もないようなやつ工場も入れないぜ。面接もダメだろうし筆記や適正の試験で落ちると思うぞ。職歴は一応ある。工場なら32とでもウェルカムやぞ。工場の社員じゃなくて派遣とかアルバイトだろそれ。20なら隙間時間で資格でも取って転職もできるんやないか。まだまだこれからや。そうかな。とりあえず今は働かんと。 Y 留年するかもやから Y の内定枠に一致入れたるわ。ニートも Y も大差ないやろ。20とかええな。3年捨てるつもりで勉強したらええやん。やる気出して就職してもバックれる可能性あるから早く行った方がいいよ。転職しまくっても空白期間に比べたらマシだからね。 Y もそうしたい。20ならどうとでもなるやろ。あと自分の好きなことに関するスキル勉強した方がいいね。工場おもんねえ、別のことやりてえってなるで。これはガチ。仕事なんていつでもできるから自分の興味ある資格の勉強数年でもやった方がいい。まだ若いのに駅のトイレや電車内の掃除してる兄ちゃんとか何を考えてるやろな。見た目若いだけで Y と同じくらい年食ってるやろそれ。30近いで。横浜なら Y のバイト先来てや。そんなことより12年空白のガチ引きニートの Y はどうすればええんや。そろそろなんとかしないとヤバいんやが。ほんまに。とりあえずピーマン体操。 Y せっかく内定もらったのに留年しそうで泣ける。去年落とした単位また課題全然出してない。 Y と一緒に常温倉庫で一汗流そうや。ニート5年だけど元工場勤務。工場経験者だからニート長いけど採用してくれっかな。Y、エンゲージ、インディード、ジモティ、ハロワに求人出しとるか。エンゲージ、ジモティは本当にヤバいやつからしか連絡来ないわ。KB 行けば？とりあえず面接を受けてこいよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだからホテル清掃のバイト始めたんだけど、昼なし休憩なしでクソブラックで笑った。衛生関連のクソもないし。また完全引きこもりニートになる前に別のバイト探せ。ご女性だから他にいいバイト思いつかん。陰湿な奴らばっかだけど作業の時一人だし。半日じゃん。15分で1部屋仕上げなきゃいけない。6時間で15部屋のルマ。これがなかなかきつい。2人サボった日はもう客入るの決まってるから1人20部屋とかやらされるし。男でも採用されるんかな。ビジホオープニングスタッフで出てるんだけど。むしろ男の方が力と体力あるから採用されやすい。自分のところは清掃会社の募集だったけど顔パスだった。ホテル直属のところは基準高いかもしれん。フルタイム？基本6時間。人足りない日は8時間とかもあった。究極に人足りてないとこも行ったけど12時間働かされた。5時間超えるなら休憩指数とかだって辛いね。いろんなホテルに清掃行ったけど老気なんてものは存在しなかったな。客が部屋もう取ってるから休憩動向よりチェックインまでにとにかく間に合わせなきゃいけない。衛生関連がないってどういうこと。まあ言うてニートがする仕事の中じゃノルマ的には楽な方なんじゃないか。そのまま仕事が楽とは言わんが。高級だから割と陽気も来るんだけど、他に行くとこがない小女性ばっか残ってるな。だから空気がやたらと重くくらい。時給いくら？日当？歩合？
月給1050で、自分が住んでるとこでは高い方だな。訂正、月給制で時給1050。前に募集来たことあったけど行かなくて正解か。接客業が辛くてたまらないならまだ楽なのかなとは思うけどな。ホテルだからだよ。個人で宿泊業やってるところなら1部屋3000円から1万5000円。ワンルームで3000円。そういうところに営業かけた方がいい。ニートにいきなりそんな営業力求めるもんじゃないよ。ノーマルでできるから楽じゃん。欠員2名で休日の日は、もう客が入るの決まってる部屋多すぎて大急ぎで1部屋10分とかでこなして、さすがにいつもと給料変わらないのには、はてなってなった。職場の空気もストレスですげーピリついてるし、闇だなと思うのは、上が絶対床は丸く履けとか、風呂は汚れだけ拭き取れとか言ってこないことだな。とにかく早くしろとせかしてくるだけ。大学生がちゃんと掃除方法守ったまま、スピードだけとにかく上げようとしてて、板挟みになってどんどんやめてくからかわいそう。なんつーかキャパオーバーしてんね。まあ大体どの仕事も人手不足だけども、もっと早くどこを省けばいいのかと試行錯誤するうちに、無意識に日に日に薄くなってく衛生観念。人として何か大切なものが失われている気がする。配達すりゃいいのに、気が楽だよ。昔大学の清掃やってたけど確かに衛生観念なかったな。便器洗うのにブラシじゃなくて手突っ込んでスポンジで洗えって言われたし、便器拭いた雑巾でそのまま洗面台も拭けって言われた。気持ち悪いからすぐ辞めたけど。大学生ならもっと自分の学んでる分野に近いとこでバイトすればいいのに。あんまり距離近くすると競争し合ったりストレスで当たっちゃいそうで、あまり関わってないんだけど、すぐ辞めてく人は高級目当て、ずっと続ける人はみんなおとなしい子ばかりだから、多分人と関わることが苦手なんだと思う。都道府県は？最近事件があったとこ。清掃は所詮下請けだから上の情報なんて何も教えられないし、無理な清掃数こなさなくていいと思うんだけど、みんな無理してやっちゃうから、できるって上に勘違いされて全然改善されないし、この部屋まだですか？とかフロントから攻め立てられることあるけど、全然できなくていいと思うんだよな。でも頭悪いからよくわからん。思うならお前から催促を無視しろよ。したことあるけど、他の人が助けに来て何も変わらなかったわ。そいつにもやめろって言えばいい。やる気ないならそういうこと言うな。口だけ野郎になっちゃうからな。ヘルプに来る人は大抵率先してシフト入れて回してて、しかも大抵おばさんだから、自分よりホテルの勝手がわかってるし、稼働少なくなったらシフト減らされるのかとか思って行動に出ていいのか悩んだけど、今度行ってみるわ。清掃は下請けの嫌な部分が出まくってて最悪。とにかく最底辺って感じが強い。清掃数多くこなすのは完全に行為なんだけど、多くこなすと、中心で多く部屋こなして回してるおばさんから気に入られてさ、ジュースくれたり楽な方法を教えてくれたり、自分も中心に入った気になって、ちょっとカーストで上に行けるし、それでちょっと居場所感じてる自分に嫌気がさすのもブラックっぽいところ。やむ前にやめればいいのに。清掃でそこまでできるなら工場とか行けばよくね。いろいろあるんやな。おばちゃんが強いのは、どこでも同じか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、公園の木に除草剤を撒いてしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは36歳、公園の木に除草剤を撒いた結果、なんか大変なことになってるんやが、ただの木だと思ってたのに、なんでこんなに怒られるんだよ。ちょっと木を枯らしただけなのにさ。何のために公園の木を枯らしたんだよ。え、バカ？お前の土地じゃない場所のものを勝手に触ってよいって思う理由は？うわぁ、こいつの頭が枯れてそう。枯れて草。おい、家の近くの公園に本物の SL が保存されてるんだけどさ、どこから写真を撮ろうとしても一本の木が邪魔だったんだよ。で、ふと除草剤を撒けば木を枯らせることができるかと思ってやってみたら怒られた。なんでだよ。あんな木、邪魔なだけだろ。あれがなければ、もっと綺麗な写真が撮れるんだぞ。なんだ、撮り鉄かよ。やばい奴が湧いたな。もっと綺麗な写真が、じゃねえよポンコツ。ニートってだけでもクズなのに公園の木を枯らすとか重罪だろ。親がかわいそう。マジレスしてすまんけど、って除草剤で枯れるのか？あれで枯れるのって草だけじゃねえの？たまたまネットで見かけたんだよな。木も除草剤で枯れるって、種類によって違うらしい。で、枯れるやつを手に入れた。ネットで見たときは、松とか御神木を枯らしてどうのってあったんや。でも Y が除草剤を近くに撒いたのは御神木でも松でもなんでもない。ただそこに生えてるだけの木だぞ。それなのに木をどうのこうのってめちゃくちゃ怒られたんやが。そりゃ自分の持ち物でもないのに枯らしたら怒られるに決まってんだろ。一致が気づいてないだけで、大事な木だった可能性もあるじゃん。樹齢はどれくらい？いつから公園に生えてんの？Y が子供の頃にはもう生えてたから、少なくとも30年以上前から生えてる。誰かが寄贈したとかなんとか言ってたな。でもええやん。場所が邪魔なんだよ。
あれさえなければ良いのにって思ったのは Y だけじゃないはずだぞ。だからってからそうとしたのは一致だけだろ。何もわかってないな。が丸字なんだろうな。一般人、あ、気が邪魔だな。ずらして取るか。一致、あ、気が邪魔だな。除草剤使うか。信長かよ、ホトトギスが気になっただけ。さ、信長ほどの知恵も力もないけん。信長に失礼だろ。一致みたいなニートはいなくなっても困らないけど、公園の木の方が思い出があった人もいるだろうに。ていうかさ、写真がどうこう書いてるけど、カメラは誰の金なんだよ。パッパの一眼レフをもらった。パッパも写真を撮るのが好きなんや。まあパッパは電車は撮らんがな。つまりは一致は撮り鉄ってことだよな。よう、お、やっぱり湧いてんな。撮り鉄ってって思って検索して、あまりの第一歩差に増えた。ニートで撮り鉄ってヤバすぎる破壊力なんだが。こういうのが近所にいると、子供を公園で安心して遊ばせられないからで気にしてほしい。怒られただけで済んだとか言わないよな。バレてないと思ってたのにさ。キッズが Y が除草剤を持ってうろうろしてるのに気づいてて、親にチクりやがったんや、って。まずは親が怒られて、次に Y が怒られた。マジで理不尽で仕方ない。親は若干諦めてる感じで、もう外に出るなって言われてカメラを取り上げられた。引きニートの Y が、カメラをもらって外に出るようになって喜んでたはずなのに、なんでだよ。家にニートがいるのはうざいけど、外で問題を起こされるよりはマシだって両親の思考、わかるわ。ああ、両親がマジで不幸だな。外に出すこともできない、が丸字をこれからも養育し続けるのか。求む、座敷牢の復活。親は賠償金とか払うんかな？かわいそうに。頑張って育てた結果がこれとかくさ。公園の木に除草剤を撒いて良いかどうかの判断も自分でできないクソだから、まあ家に閉じ込めておくのが正解だとは思う。それよな。家に閉じ込めておかないと何するかわからないし。しかも今まで撮った写真も取り上げられた悲しい。目の前でいくつかの写真をビリビリにされた。マッマがかなり切れてたんや。自分の写真を破られると怒るのに、木に除草剤を撒く不思議。ニートが追い出される系はよく見るけど、家に閉じ込められるのを見たのは初めてかも。それだけ外に出したらヤバいが丸字だって、親が認識したってことだよな。よく、ニートが追い出される系のスレで喜んでる奴らがいるけど、個人的には家に引きこもっててほしい。だって、引きこもってて困るのは、ニートの家族だけで、外に出られた方がうざくない？どうせ大した仕事もできないし。それわかるわ。もし近所のニートが外に出るって言い出したら、ちょっと怖いかも。それな、常識外れのやつはずっと引きこもってればいい。で、親が丸んだら一緒に丸ね。まあ追い出すのどうので盛り上がるのはみんな適当に茶化してるだけだろ。近所のニートが出てくるのはマジで勘弁。結局、みんな、考えてることは同じでくさ。ニートの追い出しはエンタメとして読んでる。本当に追い出されてるかもわからんし。それより、一致みたいなやつを、国で隔離するか強制労働させるべき。今後、何をしでかすかわからんし。それだよな。除草剤だったから良いけど、今度はキッズを邪魔だと思う可能性も。そもそも SL が展示されてたらキッズも近寄ると思うんだが、どうやって電車の写真を撮ってたんだよ。幼稚園とかがある平日だとそこまで人が来ないんだよな。特に、夏とか暑い時はみんな出てこないから誰もいないことが多い。一人、二人いるだけなら、映らないようにって声かけてた。映らないように声かけてた。これは、なんだ、犯罪者か。不審者じゃん、よく今まで何も言われてなかったな。公園を出禁になった方が良いと思うけど、親が閉じ込めることにしたのならもう大丈夫なのかな？近所に住む子持ちの親は不安で仕方ないだろうな。万が一にも除草剤が子供にと思うとな。やっぱりニートはろくな大人じゃないわ。だいたい36歳なんてニートっていうよりは、ただの気持ち悪い無職のおっさんだろ。こういう出来事があると、ニートはが丸字だって実感する。もちろん全員が全員じゃないだろうけど。手帳持ってんの？早く取ってきたら？病院に行ってないし、手帳も持ってない。どうせ行ってももらえないだろ。Y はギリ券だと思ってる。ギリ買いの間違いじゃね？ちゃんと診断受けろよ。多分手帳出るし。ナマポは微妙だけど、一致みたいに外出るとヤバい奴を養うためなら仕方ないのかもしれん。まあ、刑務所の奴らにただ飯出してるくらいだし、犯罪者予備軍を引きこもらせるためならナマポもしゃあない。なんで Y が犯罪者扱いされてんだよ。公園の木を枯らしておいて、犯罪者だと思ってないからだよ。そういう思考がヤバいってわからない？ダメだこいつ。ニートになると、常識もなくなるの？ニートしてるうちに脳が退化するか、もともと、脳がおかしくて、善悪の判断ができないんだろ。ただのモンスターだな。こんなの公園にいたら嫌なんやが。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートで家を追い出されそうなんだが、家とかアパートってどこで借りればええんや？不動産屋とか行けばええのか？保証人いないと借りられないで。ま、親に頼み込むしかないか。お金あるんか？
全財産は5万。5万でアパー借りて暮らすのは無理に決まってるだろ。ピエー、バイトするしかないか。バカなこと考えてないでちゃんと親に土下座して謝ってこい。それしかねえよもう。もう謝ってすまないんを。なんで追い出されそうなん。働けばかって言われた。東横キッズになれ。あいつらどこで寝とるんや。普通は家賃の他に、敷金、礼金、前払い、家賃、仲介、手数料、火災保険料がかかる。5万じゃ無理。5万じゃ足りないってどんだけかかるんや。都内で単身の引っ越しなら最低20万くらいちゃうか。ちなみに Y は4万2000円の賃貸借りるのに、初期費用17万かかったからな。家賃の4倍くらいが相場と見とけばええんやね。住み込みで働けるとこ探せばいいねん。それも視野に入れなあかんな。鍵交換とか断ってええからな。言うのう。こういう知識もありがたい。もう福祉に頼るしか不可能やろ。保健福祉課に相談しろ。そこは住むところくれるんか。生活保護になりますけども。生ポデビューか。それは最終手段やな。手持ち5万は最終手段迎えとるやろ。ニートに部屋貸してくれるところはないぞ。ニートは辛いよ。働けば追い出されないんか。波のバイトじゃ8時間かける24日働いても一人暮らしきついで。いや働いてもダメっぽい。公園で寝ればええやん。貸す。国に余裕がなくなってみんなが貧しくなってきてるから生活保護に期待なんてしない方がいいぞ。金のない国で働かない奴の末路なんて世界中どこも同じ。もう自動車関係の機関工しかないんちゃうか。ニートって結局飯が食える環境があるから発生してくる。飯も食えないって環境だとニート公式にゼロって国もある。住所と職がないと社会は途端に冷たく接してくるからな。まだ家にいるなら今のうちに住み込み探して再スタートは現実的。家賃や生活費を親が払ってくれなかったら全財産5万じゃ無理やろ。住み込みで働いて稼ぐしかない。とりあえず住み込みバイトやね。ビズモならすぐ雇ってくれるぞ。シャキシャキ喋れない大きい声が出せない奴は雇わんだろ。のたれ丸ねばいいんじゃない。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートは親のせいだよな。で戻りして実感する。精神を追い詰めてくるは懐かしい。ニートを作ったのは紛れもなく親の育て方で、親の歪んだ価値観によるものだった。10年一人暮らしと仕事しててやっと気づいた。いくつになっても親のせい親のせい。成長しないお前のせいだろ。成長したから気づけたんだよ。成長足りてないんだよ。人は体験しないと納得できないものだし、イメージできないよな。そういう薄っぺらな言葉を言えるってことは、悪意に当たる経験がないんだろう。羨ましいよ純粋に。何でも親のせいにして、自分の責任から逃げてる薄っぺらい人に言われてもね。うんうん、君んとこは毒親じゃなくてよかったね。どんなに綺麗事言われたところで最終的には全部これ。たまに、うちも毒だったけど俺は闇もニートかもしなかった。お前が弱いだけ。ってやつもいるけど。上には上が、下には下がいることを分かってたらそんな言葉は吐けない。自分が恵まれてただけなのを理解してもらいたいもんだ。10年前親のせいか俺のせいか判断するために、一人暮らし強行して、普通に暮らせてたから親のせいって結論になった。今でもあの家を出る判断は正しかったと思う。少なくとも足かせになってたのは事実。たまに帰る分には嫌な部分になって住んでたんだよな。親って子育てマシーンかいな。ちゃうやろ。親も人や間違えることもある。社会人やってたんやったらその辺理解できるやろ。間違うのは別にいい。俺もあるし人間だからね。しかし正しいと思い込んで押し付けるんだよ。うちの親は人の話を途中で遮ってあら探し球団口調で反論するが、最後まで聞けばお前の疑問は解決するのに毎回それを繰り返す。もう呆れてるよ。ニートできるのも甘えだしな。同じ親に育てられた兄弟で、ニートと就労者に分かれたりするんだから、親のせいというわけでもない。ちなみに弟は結婚して実家近くに住んでいるが、相手の親とべったりだそうな。どうやら弟の嫁が避けてるっぽい。俺の主観だけじゃなく第三者にも毒親認定されてんだ。親が明らかに間違ってるのに謝らない親は毒親確定です。これは確信ついてると思うわ。絶対謝らないからね。子供のことを子供というだけで下の存在だと思ってる。あとは、よそはよそ、うちはうち。大人になればわかる。こういうこと言うやつも毒親だよ。ザ、ご都合主義。親のせいにするなとか言うやつは何もわかってない。親のせいだったということを理解することがスタートだからね。親のせいだとわからなかった人は、自分のせいだと思い悩んで潰れるだろ。そうすると家を出ることすらできないだろ。親のせいだからニートしてていいんだとかいうやつは、親が金持ちもしくは本人がバカ。いいこと言うね。問題の細分化、切り分けと検証は大事。環境変えても働けず自分のせいと悟ったんなら、またそこから解決策考えればいいんだよね。動かないよりは得るものがある。過干渉な母親に洗脳されて育った場合は、親が悪いと思う。手遅れになるまで気づけないから。
25過ぎてまだそんなこと言ってたら笑われるだけだぞ。スレも読めないのか？イッチはニートしてないんだぞ。親の異常さは親元を離れてみないとわからんからな。まずニートしながらこれは親のせいというやつと、ニート脱却してあれは親のせいだったというやつは、全く別物と知れ。バカはこの二つを同じだと考えるから困る。上はニートだが下はニートじゃないからな。あれダメこれダメ徹底的に洗脳して育てられるから、気づいた頃には年齢的に手遅れになってる場合が多い。ニートしながら親のせいだという人って、ちょっと甘いというか毒親レベルが低い。毒親のせいで無気力無関心になってというのはわからんでもないが、でも同居してるわけじゃん。つまり、働くことより親と同居の方がマシな状況だということ。高レベルの毒親は一緒に暮らすのが普通だから貯金して家出ていかないと道理に合わない。同居する方がマシというより、同居せざるを得ないというのが正解だと思うよ。親離れする機会を得られた人間は幸せ者。まあ考えることができなくなったり、動けなくなったりとかあるからね。でもどこかで区切りをつけないとしょうがない。普通は長引かせずに家から叩き出すからな。甘いんだよ。甘いんじゃなくて強依存。毒親がどうのって、何歳まで言ってOKなんだろう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイデブ、コミュ障、ニート、におすすめのバイト教えろ。楽なやつがいい。食品工場。ネカフェ。スタバ。ない。コーディング。データ入力とかの事務系どうや？事務系か。パソコンは得意じゃないんだよな。学歴と資格は？楽じゃなくていいならアマゾンの倉庫バイト。基本ほとんど話さない。ダンボール回収まで行けたらエリートやで。いい長くそうだな。ウーバーやろデブ。自転車も免許もない。目の前の端末売れデブ。スマホなしとか現代でどうやって生きてくんだよバカ。デブ、コミュ障、ニートの方がありえんだろ。うるせえ。結局生きていけてるやん。頑張るふりだけで十分やで。家で寝とけ。圧巻拾ってろよ。郵便局の年賀状仕分けのバイトは人生で一番楽やったで。年末年始しかやってないけど。普通郵便とかでもバイト募集してるんかな？郵便いいな。高校生くらいの時にやった内容としては、年賀状の束受け取って住所ごとに全部仕分けて、終わったら未仕分けの束と交換してもらって、また仕分けてって感じやったで。当時コミュ障極めてたわいでもできたし、おはようございますとかお疲れ様でしたとかくらいしか喋ってなかった。おいで無事転車で必死こいて空き缶集めろよ。痩せるし一石二鳥やん。深夜のコンビニはおすすめやな。事前に客として行って、こいつが上司になるんやなって確認できるしな。都会は知らんけど、田舎のコンビニだったら24時から6時のうちで、2時間くらいは裏で遊んどったで。コンビニなぁ。近くのコンビニはおばちゃんだったな。あとおっさん。大学生はえ、今アマゾン倉庫の夜勤に向かってるが、飲食のバイトしてた頃に比べたら、精神的ストレスないぞ。シフトの融通も1週間前に連絡すればめちゃ効く。管理者によるんだろうけど、生産性とか秒数とか機械に表示されるけど、サボらないでやってれば、基本遅くても何も言われんから無視でいいで。ニキはストーカー？名前はよくわからんがピックやな。機械に表示された商品を棚から見つけてカートに入れて運んでる。ピックやそれ。ストーってのは、君拾うとこに入れてる人やで。ピック任されてるなら安泰やで。卒業するからもうそろそろやめるが、安泰の間もうちと頑張るわ。3月。ガスの検診員。ガチでおすすめ。デブに外回りはきついやろ。同意。この暑さではマジで生き耐える。いやや、ワイは働くんや。ぶっちゃけデブだろうがニートだろうが、バイトなら雇ってくれるところは雇ってくれるで。それが楽なとこかどうかはイッチがどう感じるかやけど、ただ短期じゃなくて長く勤めていくことを考えてるならコミュ力はいずれ必要になってくる。そうやな。就勤切られんために助手席で寝てるだけのバイトやってた。給料安いが楽やで。そんなのあるんや。ジモティとかでもたまに募集してるぞ。親か親戚に斡旋してもらえ。今さら野外一致の学歴、職歴、資格その他スペックって出てる？除染作業員。ボルトでもやってろ。ジモティ入れてねえな、そういえば。ライザップの CM の人。デブならいける。ライザップはどうやって入るんや。ライザップ入会でデブ卒業か？ねえよ。スーパーの品出しは？おばちゃんに丸められるし、脚本うざいやろ。ドキュンのあんちゃんに丸められるよりええやろ。まずはできることしないとな。小道寺は家の雑務全部やってみたらええ。逆な。ウーバー定期。一致無免許定期。絶対めちゃめちゃ死体丸めしてくるやろ。一周回って普通の仕事に就いた方がバイトより楽なんじゃねえか？なんかあるか？どうせ働く気ねえんだろ、家でおとなしくしとけ。なんかニートってだけでも印象悪いのにデブとか出てくるなって思うわ。見るだけで暑苦しそうだしな。その体格じゃバイトは無理だろ。まずは痩せろ。ニートってデブと痩せしかないイメージ。
程よい体つきのやつはいなくない？ああ、確かにそんな気もするな。絶対に一致みたいにはなりたくないと思いつつ、ニート半年目のY。ニートとデブって通じるものがあるよな。どっちも自分の欲求を我慢できずに、ダラダラしてるイメージ。ああ、精神力が弱いイメージはある。年取って中年太りとかはしょうがないけど、20代とか30前半でのデブは甘え。ニートも甘えだから、確かに相関性はありそうや。親もなんでそこまで食わせるかな。親もデブだったりするのか？デブのガキの親はデブが多い。家族全員揃って臭いし場所取るし良いことないよな。電車で一列にデブ家族に座られるとイライラする。一人ならまだ許せる。職歴ないデブを雇っても、ほとんど仕事になりそうにないからまずは痩せた方がマジでいいと思う。ニートでデブってなると、いかにもなイメージ与えるもんな。郵便でもなんでもいいから、とにかくまず働いてみればいいと思う。体力がついていかない可能性もあるから、ダメなら鍛えてからやり直し。リハビリ代わりに職場に来られると、迷惑でしかないんだが。ちゃんと復帰できるようになってから働きに来いよと。それは今職場にもおったな。ニートみたいな感じでおどおどしてて、全然仕事にならずにバイトなのに退職代行使って辞めてった。バイトに退職代行は草。でも実際おるらしいぞ。バックレよりはマシレベル？バイトや派遣で退職代行はさすがに引く。辞めるって電話することもできないのか。親が電話するパターンもありそう。精神レベルが低いんだろうな。まあどこでもいいからとりあえず面接受けてこいよ。落ちるところは落ちるし、考えるより動いた方が早いで。どうせ働く気がないに一票。なんだよ、ニートが暇つぶしにスレを立てただけかよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は生活保護でもらったお金をパチンコで溶かしてしまったという、生ポ受給中の一致の話を紹介するよ。生活保護は46歳。生ポをパチンコで使い破産。ニートしてたら親に追い出されて生ポ生活してたんやが、何度か生ポをパチで溶かしてたらとうとう生ポ打ち切りになって泣いてる。ざまあ。俺らの税金で遊んでるからだろ。生ポでパチやってるやつが多くて、ほんとムカつく。こっちの地域でも競輪の無料バスに乗り込むおっさんたちのほとんどが生ポ民だと思ってる。ああいうのってたとえ稼ぎが出たとしても、翌月分から引かれるんじゃねえの？馬券とかだとそうらしいけどパチは抜け道らしい。まあ見つかったら一致みたいになるけどさ。今回で何回目？3回目。1回目は月の半ばくらいに残りの所持金を使い切って、謝ったら初回だしなんとかなったんや。2回目は相当怒られたし翌月分を前借りする形になったけど打ち切りはなかった。今回は完全に打ち切りだって宣言された。親も年金生活だし戻る場所もないんやが。終わってるな。どうすんだよ、それ。じゃあ今日からはホームレスか？すれたてできてるんだし、余裕余裕。こんな時まですれたてなのは感心するわ。それだけ暇なんだろ。パチで今まで当たったことはあるんか？初回に手を出した時にあと一歩だったんだよな。それで、今回ついついまたやったらダメだった。また謝れば許してもらえると思ってたのに打ち切りとかひどすぎないか。もしかしてほとぼりが冷めたらまた申請できるかもしれんけど当分は無理っぽい。最低限の生活が保障されないのは違憲じゃないのか？義務を守ってない奴に権利はない。生ポもらってんのにパチやったんだろ？許しておいて、どの口か。権利ばっかり主張する奴って嫌いだな。ニート時代は親の金を使って今度は生ポかよ。うざすぎてくさ。一致の不幸で飯がうまい。もっと投げて。もう積んでるな、ロープ買ってきた方が良くない？楽に丸める方法を教えてやろうか？生ポでパチ何度もやると打ち切られるんか。今月から生ポだから勉強になったわ。家賃とか全部払えなくなるってこと？そうなるな。マジで丸ねって言われてるに近い。行政が丸すんだよ。ケースワーカーとかゴミだよな。お前の方がゴミ定期。生ポ中のパチを二度も許してくれたんだぞ。むしろ天使だろ。納税者目線では1回目で打ち切って欲しかったな。生ポがもったいない。親に泣きつけば？ニートだった時に出て蹴って追い出したような血も涙もない奴らだぞ。どうせ無理っていうに決まってる。だいたい、ここ最近連絡も取ってないし、盆正月に帰ろうとして拒否られた。そやな。せっかくニートを追い出したんだし会いたくないのも無理ない。親は今頃、老後を楽しんでるだろうよ。つまり丸ねってことだな。一致がいなくても誰も困らないから平気平気。なんていうかさ。人生、何だったんだろうな。これで終わりとかひどくないか？ちょっとパチをやろう、金を増やそう。これくらい誰でも考えるだろ。もし、無事にパチで金を増やせたらいつか生ポ脱出もできたかもしれんのに。はぁ、ケースワーカーも融通きかないよな。生ポも仕事みたいなもんだろ。稼いだ金の一部を取られるのはしゃあないけど、打ち切るのはおかしいと思うわ。そうやって5年続けても生ポは再開にならんぞ。1年くらいホームレスしてから申請すればもしかすると。そんなに丸見たくないなら、どっかの支援団体でも頼れば？
年齢によってはどこか住み込みで働ける場所を教えてもらえるかも。46なんやが。無理だな。もうそのままホームレスしてろよ。1年くらい反省しててほしい。いや、3年くらいかな。別に生ぽなくてもホームレスで最低限度の生活はできるだろ。海外のスラム街と違うから日本のホームレス生活はそこそこマシだと思うな。炊き出しとかある地域に行けばいい。炊き出しってそんな頻繁にあるのか？地域によると思う。これって、今生ぽ打ち切られたのと別の自治体に移動した場合、打ち切られたこととか、パチのことってバレるんかな？詳しい奴がいたら、教えてほしいんやが。一致には何も教えたくない。それくらい自分で試してみればいいだろ。これで生ぽ再開されたらクソだな。さすがにないと思いたいけど日本の行政はザルだからな。地域連携とかなさそう。じゃあ再開されるってこと？でもまたパチやってすぐに打ち切られるのが目に見えてる。これだから現物支給にしろとあれほど。米とかを配るんでいいよな。でもその配るのにも人件費がかかるんやで。配る仕事をニートにさせればちょうどOK。で、ついでに喧嘩して殴り合いとかしてほしい。想像して増えた、生ポミング VS ニート。はい。どんぐりの背比べで草。どっちも弱そうだな。こういう時こそマイナンバーだろ。そうすれば一致みたいに地域移動するバカにも気づけるし。それいいな。マイナンバーカードとか全然役立ってる気がしないし。マイナンバーカードにポイントを入れておいてそれで買い物できるようにしようぜ。何をやっても不正するやつは不正するけどな。不正受給は1回でアウトにするべき。ケースワーカーが金を預かって10日に1回支給にするとか。家賃とか光熱費とかは直接業者とかに払うのがいいよな。え、そうじゃないの？家賃は生ポ受給者の手に一度渡るはず。もう公営住宅に住ませとけよ。それな。刑務所みたいな感じのとこに住ませれば十分だろ。3畳でいいな。余ってる民家とかに住ませるのもよし。マジでこういうの見てるとイライラするわ。パチに溶かした生ポを返せよ。引き続き、生ポ関連のスレを紹介するよ。30歳無職生活保護で一日中ぐうたらしてるけど何か質問ある？別にいいよな。ええよ。どっか悪いの？悪くないよ。養ってくれ。他人どころか自分さえ養えないから生ポなの。一緒。誰とも関わらず一人鍛えてください。スレも立てないでください。グエイマルン団子。今一番の贅沢は？こないだ保護費の支給日に寿司食ったわ。ワイもそっち行くかもしれん。おいで、仲間になろうよ。さすがに実家やろ。嫌がちで生ポ。パチンコ行こうや。パチンコ一切やらない。暇やない。暇ですな。ゲームと動画見ると何時くらいしかやることない。たまに勉強もしてるが。ワイは生ポもらってないのにゴロゴロしてるぞ。実家にいとかな。先々月仕事退職代行でバックれて、それ以来役所すら行ってない。年金とか保険とか手続きしやなあかんのにヤバい。クソ苦しい思いして無理して働くがマルジより全然賢い。ほんまになあ。てか、29歳まで散々底辺労働やってきたんで。健康で文化的？うん。ちなみに隣の部屋も生ポ。犯罪底辺ならそれで構わんで。安心しろ。ジョーカーだけにはならない。その代わり生ポ打ち切りのムーブを役所が起こしたら徹底的に戦うで。幸せそうな他人と比べてしまうからぐうたらしてても全然幸福感ない。それはある。もはや虚無。俺もあの時こうしてたらとか20代で後悔はたくさんある。生活保護よりゆるーく働いて月20万ぐらいの生活の方が楽やわ。生活保護縛りが多すぎる。ゆるーく働いて月20とか有能すぎだろ。底辺はフルタイム確定じゃん。有能無能じゃなく向き不向きの話や。自分にはそれが合ってて生活保護は合わないってだけ。どうやって生活保護ゲットしたんや？どうやってって貯金使い果たして無職の状態で福祉事務所で生ポ申請した。それだけ。貯金なくなったらワイもそうするかも。親兄弟は扶養しないの？扶養できないと回答したよ。書類でね。お前みたいなのは生まれたこと自体間違い。それは合ってる。だが俺は生まれたくて生まれたわけじゃない。勝手に産み落とされただけ。生活保護受給者ってジョーカー予備軍よな。近年は生活保護への風当たりが強いけど、ジョーカーが増えてきたし生活保護への攻撃が減るのかな。就労指導どうやって開始してる？就労指導って全ての自治体でされるわけじゃないし。俺はなぜかされてない。病院1回しか行ってないのに。羨ましいわ。理想的やな。やっぱ自治体の方針で全然ちゃうんやね。ちなみにどれぐらいの規模の自治体？どれくらいって大阪よ。大阪市内。なんで働かないの？俺みたいなゴミが働いても底辺労働しかないじゃん。それなら生ポで寝てた方がマシ。お前の人生やから好きにすればええんやで。家族とはうまくいってるのか？まったく。多分家族からは距離置かれてるな。両親もいるし、兄と姉がいて。両方結婚してて子供もいるわ。まるんでるようなもんやな。まあ外出て邪魔してるわけじゃないからありがたい。安心しろ。
物音ほぼ立てずアパートの一室でおとなしくしとるわ。両津での動画投稿や絵描きぐらいはやった方が。両津で働いてる時にやったことあるけど誰も見てくれんし諦めたわ。一人暮らしナマポは負け組やで。バイトもできないし。ナマポはナマポ。バイトしてるかどうかってバレんの？月8万5000円までなら源泉徴収されないやん。バレる、なぜなら口座の入金記録とか設定して調べられるらしい。手渡しでもなんかバレた人もいるみたいだし。どの銀行に口座開いてるかわからないと口座の紹介できないぞ。アホかお前は。どこの口座を新規に開設したとかまで調べる何らかの仕組みがあるみたいだぞ。人生楽しい？楽しいわけない。精神症丸あるんか？精神科は2回行ったぞ。どういう診断されたのかは知らん。よくそれでナマポ出たな。ナマポってネットのイメージほど申請厳しくないよ。そもそも実際申請行ったことないでしょ。ワイは持ち家と金あるからそもそもナマポとか眼中にないんや。小丸年金なら欲しいけど。金があるかどうかの話じゃなくてさ、今してたのはナマポの申請のハードルのイメージの話な。過去に滞納してる税金はチャラになんのかな。ナマポライフ最高。何年か経てばチャラとか聞いたな。やっぱり申請するときに扶養紹介されるん？当たり前。ファイアー達成ってことか。ファイアーというかただの負け組な。ナマポってケースワーカー家に来ないの？最初に来てから1回も来てない。と言ってもまだ受けてから半年だけどな。まあ今の時代は金がなくてもネット回線あれば無限に暇つぶしできるだろうし悪くないだろうな。ネットは社会の底辺にも与えられた唯一の平等。ネット使えなくなった時がほんまの底辺やな。好きな女とか、欲しい車とか、行きたい国が出てきたとしてもほぼ無理になるのは辛そう。それは働いても無理や。彼女おるか？いたら楽しいぞ。ナマポに彼女とかおるわけなかろう。イケメンならナマポでも彼女できるだろうけど、そもそもイケメンなら養ってくれる女おるしナマポにはならん。水着は作戦されるってマジなん？自治体による都市化縁。そもそも水着はされたかどうかは申請者個人の感じ方にもよるし。そもそも役所には申請を跳ねのける権利そのものがないって見たけど。ないですね。違法。親に連絡行くのが怖くてナマポできないよ。親にバレんの怖いとかその程度の気概ならナマポやめとけ。ワイの親も若い頃ナマポやったぜ。ワイの小中高の食費学費は全部ナマポから出てた。親はビタ一文金出してない。親がナマポなのは一切あなたは悪くないわね。そこに生まれてしまっただけの話。ワイは感染症でバイト減らされたことあったがハロワで職探してと言われたぜ。まあ申請やなく相談って担当から言われたからそこで申請ですと言わない件っぽいな。それ、俺も最初相談か聞かれたからずっといや、申請ですって言ったぞ。ええな。ワイも嫁がいなければ仕事辞めて生活保護になりたい。働いてても虚無や。ナマポ生活のくせに偉そうだな。引き続き、ナマポ関連のスレを紹介するよ。ケースワーカー俺さん、働かないと、本当に生活保護打ち切りますよ。俺はぁ、俺じゃあない仕事探すか。3日後、面接官志望動機は？俺ケースワーカーに面接行けって言われたんで。面接官、翌日、俺面接行ったんで保護し切るのは不当ですよね。ケースワーカー、以下無限ループ。リッチのような奴らのせいだろ。生存する権利は国民が誰しも持ってるんだから、受益者がどういう奴らだろうが関係ない。リッチ、生活保護費はもともとお前の払ってる税金や。しっかり国から取り返せ。クズで草。働いたら負けやぞ。働いても打ち切るくせにな。それはおかしいことなのか？おかしくはない当たり前のこと。でもそれで働かないと打ち切りますよはダメだろ。いくらクズ相手でもそれはダメだろ。ああ。働こう。最強の二人で見た。そんなシーンあった？忘れた。大企業の面接に顔出すだけの仕事。常連になりそう。まあ労働の無理強いはできんしな。こういうやつを島流しできる法律が必要。無敵やな。これぞ無敵の人やぞ。失うものがない。まあ保護費打ち切られて世に放つ方が危険だろこんなクズ。毎日おにぎり1個支給とか、現金以外で支払った方が良さそう。なんかそんな映画あったよな。働けないのに生活保護のために就活しなきゃいけないっていう。面接のシーンか。手帳持ってこのもんどころが目に入らぬか、の方が楽じゃね。病院行きたくないもん。病院なんか怖い。まあでもそんくらいの感覚で就活だけでもしとけとは思うわ。ただで金もらうもんじゃねえぞ。何も失うものないって最強だよなマジで。これ。ケースワーカーって何者なの？公務員。公務員の人もいれば民間に委託されてる場合もあるらしい。自分がうんこ製造機っていう自覚ある？あるよ。クズは自他ともに認めてる。世のため人のため早く丸んだ方がいいんだけど、生存の本能がまだあるから自丸できないわけ。こういう奴ら用の仕事場用意すりゃいいのにな。生活保護もらってる奴らがやる仕事場。そこすらバックレるだろ。受給者向けの刑務所みたいな施設が必要だな。
厳しい刑務官の監視のもとに単純作業をさせる。それが嫌なら普通に働けって話。職場に無能がいたら、生活保護もらっていいから、働かないでくれって思うわ。マジでこれなんよ。人から愛される人となりもなければ容姿も悪い能力もない。物忘れが多い。こういうクズは社会に出るべきじゃない。努力不足、甘え。努力できないからが丸字なんだよ。が丸字でも働いているというのに、せめて投資でもしなよ。こういうスレを見ると、ナマポは甘えだと実感するよな。引き続き、ナマポ関連のスレを紹介するよ。生活保護の申請通ったやで、ついでに手帳も発行や、田舎県の県庁所在地で一人暮らしや、家なし金なしでゴロ雑巾になって都会から実家付近に帰ってきたけど、ありとあらゆる人に助けられて生きる場所はできたから、ゆっくり人生立て直したる。よかったな。無理すんなよ。少しは無理しないとダラダラなまぽ生活しそうやからほどほどにやるで。正直裏山やけど、精一杯生きろや。人生これからだぞ。何歳？今年28やで。まだまだやり直せる。焦らずにね。去年の1年が人生1でヤバかったから怖いものはないで。住む場所も金もなくて着てる服と住所も名前も違う免許証と解約されたスマホ持って帰ってきたけど、翌日には住む場所と飯ももらえて、そっからここまで来るのに3ヶ月半かかったわ。日本って本当に優しいよな。ナマポで最低賃金労働者よりもらえるねんで。言うては月10万と少し。ここに家賃含む。やから、普通に働いた方がさすがに生活楽や。じゃあなんで働かないの？楽なんやろ？生活が楽って話やぞ。働きたいけど働けないから頼るとこ頼って勝ち取ったわ。嫉妬やない。普通の国ならホームレス。ほんまそれやで。めっちゃいろんな人に感謝しとるから、頑張ってさっさと抜け出さなな。平均よりは給料もらってるけど他人と関わるのが辛すぎて、ナマポもらえるなら今すぐなりたい。谷草の税金で生きる貴族の仲間入りだな。落ち着いたらまた働くんか？バリバリ働きたいで、性格的に田舎の民で無駄に自立心高くてそのせいでくたびれたから、自分大事にしっかり社会に出て助けてくれた人に報いたい。都会からどうやって帰ってきたんだよ。ワオがおかしくなる3ヶ月前から、毎週のように電話で泣きながら相談してた、地元の古いダチから帰りの金だけ振り込んでもらって、それで飛び帰ってきたで、流れはこうや。着てる服とスマホと名字も住所も変えてない免許証と500円くらい持って地元に帰る。どないしよって久々の街歩いてたら怪しげな3階建てのビルの窓に、生活困ってる方相談してください、みたいなの書かれてるとこあってそこに飛び込む。受付のおっちゃんに話したら、近場の市役所から福祉の人呼んでもらって、その人とはい、その施設の偉そうな人4人と面談して、どうするか相談。3ヶ月限定で住む場所と食料提供するから、その間仕事見つけるなり保護申請するなりしろと言われる。3ヶ月はそこのおっちゃんと福祉のおばちゃん2人体制で、いろんな施設や病院、保護の申請や各種手続きを進める。ほいで3ヶ月経って申請通ったから、おっちゃんらに感謝を告げて、そのボロアパート退去して、今住んでるボロアパート家賃3万のとこに来た感じや。知り合いで保護受けてた方のケースワーカーが言ってたらしいんやけど、無理して働かなくて結構です。ちゃんと心身直してからの就職活動をお願いします。ちゃんと直して就職して保護から脱却できたら、それまでの保護費は税金で回収するんで、無理して体調悪化させて保護期間が長くなると役所的には出るばかりなんですから。ってことらしいから、保護を受けてる間は病院間に合うか？ってくらいにあちこちで治療受けまくるとええで。病院代や薬代は市役所に言えばただらしいし。せやな、今まで体元気で根性論で生きてたから病院知らずの生き方してきたけど、これを機に気になること片っ端から病院で聞いたる。親も元気ではあるし実家に頼ればよかったんやが、実家戻ると甘えて復帰不可になると思ったから、申請通ってほんまよかったわ。ナマポ生活ってこっそり日雇いの仕事とかしてもバレんもんなん。正直て私のバイトならやれると思う。俺はやらんが田舎だと申請の管理もちゃんとやらんやろしな。ちなアスペと ADHD で精神に急や、なんとなくは普通に生きれてたからそんな自分が変とは思ってなかったからビビったで。確か、生活保護受給者が家電品持ってない時は、上限3万円くらい自治体によって違うけど支給してくれるらしい。地方やと車なしは大変ちゃうん？一応県庁所在地やから、ギリギリバス電車でなんとかなる感じやな。でも市役所とか徒歩20分は歩くから行き帰りが大変や。よく言われる親戚とかへの連絡はあったのか？申請の時役所が連絡入れるだろうな。それ全部断られたんだろう。裏で聞かれてたのなら知らないけど、俺は口頭で親には負担かけれなくて、って相談してたら何も言われんかったで。その後親とも何度か話したけど別に聞かれんかったな。無定に入れられなかったの？いきなりアパート？3ヶ月はおっちゃんに鍵渡されたオンボロコーポで一人暮らし。
そこで申請やら済ませて出た日には、今のとこ一人暮らし始めたで。アパートっちゅうか公募やからほんまにボロボロよ。ちなみに離婚の手続きとか引っ越しとか、生ことは別にやらなあかんかったことは、母親となんとかした感じ。家に部屋あるからそこ使えって言われたけど、当てがあるからって出てきた感じやな。なるほど。親には連絡いかなかったのかもな。体はいたわれよ、いっち。しばらくは田舎のうまい空気吸って、うまいもん食って息を養え。最後に四つ目と会った時噛みつかれて暴れられて酔うで血みどろになったから、その後ががっつり残っててなんかもう良い思い出やわ。帰ってきた時は飯食ったら戻すから栄養剤でなんとかしてたけど、最近ちょっとずつ食えるようになってきたわ。いっち、嫁がいるのか。早く丸んでくれ。丸なないように頑張るで。生活保護の申請に迷ってるやつは、とりあえず最寄りの市役所にある福祉課に相談や。田舎だからかもしれんがおっちゃんもおばちゃんもめちゃくちゃ優しくいろいろやってくれたし、思い出すだけで感謝で泣いてまう。てかなんで実家帰らんかったの。正直帰るべきだったけど、片親で小さな頃から大変な目に遭わせてたのに、無職バツイチで頭おかしくなってる息子の相手をさせたくなかったんや。若い頃に産んでたから、わいら兄弟が数年前に巣立ってからは、のんびり楽しそうにあつねの息子を可愛がってたの見てたから、やれることは自分でやりたかった感じやな。けどつまりは一時期ホームレスだったんやろ。普通帰るやろ。帰ったその日に、そのおっちゃんの施設の話できたからやな。一日その日何も見つからなかったら、普通に歩いて帰ってたと思うで。受けた恩を忘れて、保護費って少ないからあれが欲しいけど買えねえわ。とか言い出すなよ。もちろん言わんで、もともと物欲が全くないしな。できるだけ節約して復帰のための準備金にするで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は毎日窓の外を眺めていると一日が終わってしまうという、ニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは50歳。毎日窓の外眺めてると一日が終わる。今年50歳のニートやが、毎日窓の外を眺めてると一日が終わって虚しい。なんか急に小野の小町の句を思い出した。お前は絶世の美女じゃないだろ。何してんだよおっさん。今、夏休みだけど似たような感じで毎日何もせずに終わって焦ってる。でも大学生だからイッチよりはマシか。慰めてるように見せかけて最後の最後でバカにしててくさ。大学生はまだこれからだろ。何もやることがなくなってしましてる夏休み後半って感じ。やることないなら働けよ。昔はこうじゃなかったんだよな。28歳くらいの時に会社が嫌で無職になった。その時は1年くらい旅行したり遊んだりしてすぐに復帰するつもりだったんだよな。でも遊び歩いたり飲み歩いたり貯金を崩しながらの生活が楽しくて気づいたら金がなくなって無職期間が増えてた。ブランク3年で就活してみたけど、31って年齢もあって底辺みたいな仕事にしか受からずに嫌になって実家に戻ったんだよな。実家に戻ってからしばらくは両親に働けって何度も言われたけど今は両親も声をかけに来ないよ。そりゃ一致が50だと両親もそれなりの歳だろうからな。勝手にしろって感じじゃね。ていうかお前、両親の年金で食ってるってこと ?31 ならまだ再就職できただろ。襟好みしたお前が悪い。襟好みってほどじゃなかったと思うが、残業したくなくて土日祝休みでってやってたらあまり良いところがなかった。フリーターとか工場とかなら、すぐ働けるだろうと思って、実家でニート生活を続けてるうちに外で働けない体になったんだよ。ニートは最初は良いけど長く続けると人間ダメになるな。悟り開いてる場合かよ、働けおっさん。50ならまだ10年は働けるだろ。今のうちにプライドを捨てて条件なしで、どこでも OK って姿勢で頑張れ。毎日窓の前って、他に何かすることはないのか？実家に戻ってすぐは、昔の漫画やゲームを取り出してきて、それなりに充実した生活やったぞ。今はいろいろと嫌なことを考えがちだし、酒で忘れたくても酒を買う金がない。だから窓を見てるくらいしかやることがないんや。何時もずっと見てきたけど、最近パソコンを長い間つけてると目がチカチカしてさ。年齢を感じてるよ。目だけならまだマシで、偏頭痛がすることもある。それでずっと窓の外から景色を見てる。景色が綺麗なところに住んでるのか？そういうわけじゃないけど、割と人が通るから車の台数を数えたり珍しいナンバーを見つけたり、朝は小学生やリーマンが通るから、下を見てると時間とかもわかる。虚しすぎるだろ。こんな老後は嫌だな。老後っていうかまだ50なのに、年寄りの言葉のように感じる。なんかわからないんだけどさ。精神年齢が仕事を辞めた31歳くらいで止まってる気がする。でも、変に年寄りっぽいことも考える。もうダメなんだろうな。鬱っぽいし病院を受診した方が良いと思うぞ。生きがいを見つけるべき。もう丸んだらどう？2階ならそこから落ちてみるとか。何度か丸むことも考えたんだけどさ。なんかできないんだよな。臆病なのかもしれない。幸い、
親もまだ認知症はなってないし、このままギリギリの生活を続けるしかないかな。何も楽しいと思えないし、楽に丸寝るなら、誰か丸してほしいけど、無理なんだろうな。将来、そういうのも認められるようになるかもな。寿命が長くなりすぎて、人生辛いやつも多いと思う。まあなあ、ファイアーしたくても老後何年かわからないからなかなかファイアーできずにいる。仕事を辞めてすぐに働けば今みたいになってないだろうから、やっぱり別れ目はそこか。みんな、仕事を辞めたくなることもあるし、退職することもあるけど、その後、復活して働いてる奴が多数だから、一気のは甘え。うつ発症で仕事できないとかならわかるけど、旅行やら遊びやらしてた時期は明らかにうつじゃないしな。昔はこうしてすれ立てして叩かれるとかを真っ赤にしてたんだけどさ。今はそういう感情さえ動かなくなった。昔は違うけど今は確かにうつかもしれんな。ちなみに発症とかではない。窓ばっかり見て過ごしてたら誰でもうつになれると思うぞ。ワイでも自信がある。こういうのって、もう丸沼でこのままなの？教えて偉い人。本人に変えようっていう意思がないからこのままの可能性が高いと思う。ずっとそのままの方が一致的に心地よいと感じてるのかもな。環境変えるのが怖いってのはわからなくもない。でも働け。50代でこれだもんな。60代になったらすれ立てもできなくなってそう。スマホとかパソコンとか一日どれくらい使ってる？スマホはもう使ってない。年金をできるだけ節約しようとしてる。まあ俺のじゃないけどな。パソコンとネット回線だけ。ネット回線は弱々で、よく回線が切れる。まあ外ばっかり見てて、最近本当に何ゲームもほとんど見てないけどな。なんか全部どうでもいいんだよ。生きる気力をなくしてそうな感じだな。マジで反面教師にしようと思った。ニートは震える。まだ40代やと思ってたけど、もう40代って思った方がいいな。40代無職とか、もう無理やろ。お前も一致の隣で窓眺めてろ。こうして人間って狂っていくんだな。病気して家に引きこもってても元気な人もいるからやっぱり気持ちの問題も大きいと思う。良い年になって、守るべき家族もいなくて会社を辞めて社会的地位も失った結果だろ。女のニートの方が50代超えても元気な気がする。まあ女は家を守るのが仕事やからな。ニート適性が高いんだろ。来年、一致は生きてるんだろうか。あ、そろそろ日が暮れてきた。もうワイは寝るやで。え、夕食は？寝るの早くて草。まだワイは会社帰りなんやが。おじいちゃんみたいな生活してるやん。一致おじいちゃん。なんか先が見えないスレだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。VIP で無能でも農業はできると言われたニートの俺、農業のバイトクビになる。1ヶ月で全部覚えられるぞ普通。何度同じミスしてんだよ。1日経っただけで忘れたのか？アホなんだな、バカかよ。1ヶ月で僕の小さな自尊心が社会復帰困難なレベルでズタボロになった模様。無能の中でも無能の部類だったんだよ。自分でもここまで無能だとは思わなかった。夜に荷物まとめてる時我慢できず泣いた。何もできないから無能なんだろ。できたら無能じゃない。選ばれし無能か。容量が悪いんだろう。そんな俺でもできる仕事教えてくれ。そろそろ働かない方が社会のためな気がしてきた。心の相談センターに相談した方がいいのか。ADHD なんじゃね？まず脳調べてもらえ。疑って去年精神科で検査したけど IQ 低いだけだった。社交不安障害とは言われたわ。どっちかっていうと壊れた自尊心をどれだけ復活させるかが重要なのにな。社会に出るたびに砕かれる僕の粉々な自尊心。もう修復不可能な気がする。っていうか、出るたびにってあるけど、そんだけ傷ついても何回か社会に出たってすごいな。俺なんか一回バイトしただけでギブアップだったのに。両親優しいんだよね。家貧乏だし、苦しめたくないから頑張ってるんだけどいかんせんスペックがついていかなくて、正直この世から消え去りたいほどしんどい。新しい環境に行くたびに過去の失敗が脳裏を駆け巡って頭が真っ白になるわ。そりゃ雇った側の問題だろ。そんな教え方する方が悪い。今まで雇った人たちは1ヶ月も経たず覚えられたらしい。無能でもずぶとく我慢していたらそれなりに仕事できるようになるだろ。自分でも引くぐらいメンタル弱いんだよな俺。親方の喋り声とか姿見るだけでビクビクしてたわ。これ、ただし、会社がそこに到達するまで気長に待ってくれるかどうかが問題だ。こればっかりは本当に会社次第。ADHD って具体的にどんな症状で困るの？今度は漁業やろうぜ。さすがに無理だろ。足引っ張りまくるわ。こう考えようぜ。日本のほとんどの民は百姓の末裔。多分一はそれ以外の商人や侍や公家の末裔だから才能がないのだと。昔、事務職やったけど無能すぎてクビになったよ。自分の才能がわかる機会とかあればいいのにね。おじゃる関係かもわからない。
蹴鞠を始めてみようぜ。一日で忘れられるなら嫌なことも一日で忘れることができる。それができないならまだ覚える力あるから続けろよ。重要なことは忘れるくせに、嫌なこととどうでもいいことは結構覚えてんだよな。時々過去の嫌なことがフラッシュバックする。何人も雇ったことがあるって話だし、そこそこな規模だと思う。そして何人にも辞められてる。多分レス見てると後者だ。気にするな。住み込みバイトだからずっと続けるって人は少ないんじゃないかな。俺が雇われたのはそこの奥さんが体壊してその代わりにヘルパーとして入っただけだよ。通いじゃなくて住み込みか。それじゃ余計にコマとしてしか扱われないから、そういう態度取られるわ。逃げ場なくて辛いな。心中察する。それに奥さん云々で余計気が立ってイライラして最後具合に磨きがかかってるんだと思う。農家回る仕事してるけど、絵に描いたような農家か、一致の働いた最高野郎の農家の2種類しかいない。多分俺のところは農家を絵に描いたようなところだと思う。規模小さいから仕事量少ないし、1日の労働時間6時間ぐらいだし、本当俺が無能すぎるだけなんだわ。親方最初優しかったのに本当に申し訳ないと思う。俺が有能だったら楽しく会話できたのかな。事務職無理なら土方しかないだろ。まあ無理だろうけど、相手にどう思われるかに気が向きすぎてて全然話に集中できてないんだろうな。どう無能かによる。体力がないだけなのでは。働かない方が社会のためって目から鱗。ネガティブな意味じゃなく、事実として普通の仕事をこなせると考えない方がいい。発達障丸のサポート関係に相談しつつ仕事を探していけ。発達障丸じゃなかったんだけどサポート受けられるもんなの？それで結果的に社会の役に立てるなら受けたいんだが。バイトじゃダメだわ。最初から使い捨てるつもりの扱いなんだから。そうじゃなくて四つ木が足りてないとこに根付くつもりで行くんだよ。世の中の職業の9割はバカでもできる。バカでもできるからこそ皆が働いてる。無能でも農業はできる。ただし家庭菜園レベルに限る。そもそもスキルも能力もないからニートなんだろ。当然の結果業種にでもなれば、新聞配達とか牛乳配達とかどうやろか。新しい配達先増えたら終わり。どんくさいから新聞配達はどこかに新聞落としたりしそうで怖い。牛乳配達って車なの？ルート毎日変わったりするのかな。農業はね、時期によって必要となる人手がめちゃくちゃ増減するわけよ。バイトで集めてるのは繁忙期に手伝わせるだけの、いわばブラック非正規雇用なんだよ。狙うのはそこじゃない。それじゃ派遣フリーターと変わらない。社会の役に立つとかふわふわしたこと言ってたらいつまでも失敗し続けそう。実際に趣味も特技も好きなこともないし、何の仕事がやりたいってのがないんだよ。ニート上がりの典型的な特徴だな。とにかく何でもいいから考えて行動したら。ごめん、何が言いたいのかわからないわ。アドバイスのつもりならもう少し具体的に頼む。まともな農家ならバカ、アホは絶対言わない。いや、でも俺が悪いと思うよ。多分俺が普通の人だったら俺みたいなやつイラつくんだろうなって思うもん。好きなことはないのか？料理とか掃除とかネットサーフィンとか映画鑑賞とか。強いてあげるなら寝ることかな。12時間ぐらい寝るわ。要するに、バカだから仕事できないんじゃなくて、仕事できるようにしても意味のない使い捨てだから、即戦力にならないバカはいらないとなるわけ。2つ以上のこと同時にできないよな。無理無理。時々今何してるのかわからなくなる時があって自分でも怖くなる。ADHD 以外にも発達障丸ってなかったっけ？っていうか IQ いくつなん？農業はともかく事務はメモ取ってもうまくできないのか？メモも取れない感じ？二つのことを全く考えられないとかだったら普通に発達障丸の可能性高いと思うけど。言語性が89で動作性が92だったかな。やる気がないだけとか甘えとか言われるから嫌なんだけど、正直メモ取れないわ。学生の頃から授業聞きながらノート取るってのができなくて、ノート提出だったからノート写すのでいっぱいいっぱいだった。診断してもらったのは偉いな。しかしそれって普通の人のゾーン？知的な障丸はなし？普通の人のゾーンらしいよ。一致さんより低い人でも、社会に出て楽しく働いてる人たくさんいますよ。って言われた。農業は難しいよ。VIP の働いたことないクソガキの言うこと信じるなよ。でも1ヶ月で普通は覚えられるらしいよ。俺の業務内容は。無能なら無能なりに気に入られればよかったのに。話ができるようになればどうとでもなる。ちなみに俺も発達障丸疑って、一度だけ病院行ったが多分違いますと言われたわ。もう少し自分の殻から出てみましょうとか言われてもな。学生で部活した？中学は卓球部で高校は中退。定時制卒業して大学行ったけどそれも中退。メモ取ってもどこか行ってるわ。俺の場合 SAD って言われて、YPAX 出されたわ。効果なかったけど。耳が不自由ってことにして、筆談中心でできることやったら良いんじゃね？わかるわかる超わかる。
俺も発達っぽいから精神科行きたいんだけど、何聞かれるの？問診票書いて、それを元に進める感じ。とりあえず、色整然と身の上を説明できる整理能力はあるらしい。耳からの情報の理解力が極度に悪いのと、口語能力が低いから会話になると尻滅裂で絶望的だけどね。大体の人が、は？みたいな感じになるし、俺も言いたいことがうまくまとまらなくて辛い。さすがに同情を禁じえない。一致みたいのを雇ってしまった農家さんに。病気云々は知らないけど、自意識ばかりが肥大した典型的なニート。何かしらの技能があるならまだしも、社会的に見たらただのお荷物なわけだろ。それなのに社会の役に立つとか好きなこととかずれてるんだよ。一度冷静に自分の置かれた状況を理解して、何でもいいから食らいついてこうぐらいの気持ちがないと社会復帰は難しいと思うよ。ちなみにと、労働って社会の役に立つのが大前提じゃないの？バイトってとこが草。取り急ぎの収入がいるんじゃないんなら、試しに内職系を何かしてみ。人と話すのが苦手なタイプは、うちにこもって黙々とやるタイプの仕事は淡々とこなせたりする。じゃあ単に絶望的に無能なだけなんだろ。病気のせいではなく、教える側の問題だろ。甘やかさなくてもいいから優しくしてやれと言いたい。たまに優しく何度も教えてやってもマジでわからないやついるよ。メモが取れないってやつの大半は、そもそも聞く気がないか、要領よく要所だけをメモらないといけないって思い込んでるから。メモ取ること自体に慣れてないんだから、初めて聞く話のどこが重要かなんてわかるわけないだろ。学校の授業じゃないんだから、相手の話遮ってでも言われたことは全部書いとけ、そして後でちゃんと読み直せ。メモを理由に指導遮られたからって怒る指導者なんて、それこそ社会不適合者だわ。そんな高いレベルじゃない。そりゃ恐ろしいほど低いってわけでもないけど、だからといってこの数値で普通ですってのはおかしいんじゃないのか。中央値が100だから低く感じるだろうけど、でも精神科医が普通のラインだと言ってたし、普通なんだと思うよ。普通の人だって聞いただけで覚えられなかったり忘れたりするよな。だからメモが重要なんだけど、重要さも分かってないのかね。筆記スピードがクソ遅い上に理解力ないから全部メモ取るっての気が引けるけど、そうしてみるわ。人が何言ってるのか理解の処理が追いつかないことあんだよね。だからその場で言われたことが復唱できないことが多い。言語性89、動作性92で普通のゾーンとかおかしい。ちょっと低いだけであって80以上は普通じゃないの？じゃあ内職しかないんじゃない？終了。クソみたいなメンタルだな。ネットでのそういう煽りですら時々割り切りきれず落ち込むことあるから参っちゃうよね。メンタル強くして周りの人にも優しくできる余裕がある人間になりたいよ。すぐいっぱいいっぱいになってしまう。相手来いよ。師匠みたいなやつ普通にいるから。プログラムとか？めちゃくちゃ難しそう。家で PC さえあれば誰でも勉強できんだから甘えんな。誰でもできる仕事なんだよあんなの。できる根拠が不明瞭だから後で調べてみるわ。っていうか、そもそもニートのくせに無能でもできるって理由で農業のバイトを始めるって、ものすごく雇い主に失礼な話だと思わない？ほらな、叩かれると両辺してずに乗り上から目線で物を言い出す。ろくでもない無能が、散々出てるど方や内職、都合の悪いレスをたびたび無視して事務職だの優しい職場環境だのばかりに反応してる。レス読み返せば普通のやつならわかるんだよ。お前の本性バレないと思ってたのか？相当知能低いなマジで。本当は自分が悪いと思ってない。現実はお前だけが悪く無能で発達症丸疑うくらいの低能。職場環境が良くてもどうにもならねえんだよ。理解したらとっとと内職でもやってろ無能。多分俺がただのイカレポンチで、お前が何言いたいのか理解できないのか、お前が本物のイカレポンチで叩きたい一心から意味が通じないレスしてるのかのどっちかなんだろうな。お互い苦労するな。あ、ちなみに俺元事務職だから事務職に戻りたいとか思ったこと一度もないな。マルチタスクとか絶望的なの自分が一番よくわかったし。お前がイカレポンチに決まってんだろ。そんなこともわかんねえのか。さすがめ、メモすら取れない無能は違う。無能すぎて苦労してんのは世の中でお前のような低能だけだよ。お前は事務職どころか会社勤め自体無理だから、とっとと内職申し込んどけよ。病気じゃなくてただ無能なだけ。おとなしく工場でも行け。病気云々言い出したの俺じゃないからな。俺が無能なだけって再三主張してるのに、そういうことレスされるとその辺勘違いしてるんじゃないかと思う。こういうレスに騙されたんだろうな。工場でも無能は無理だよ。工場無理ならもう何もないだろ。農業は覚えることたくさんあるし大変そうだけど。機関工やってたけど無理だったわ。あーこいつはダメな典型ですね。無能にできる仕事なんてないよ。残念。だからってニートが許されるわけじゃないよね。注意力3万ってどの仕事も無理だろ。改善できないなら最悪のバッドステータスだぞ。
正直無能な俺でもそのことに薄々気づいて悩んでる。何度も確認して大丈夫だと思ったら別のものが抜けてたりとか丸見たくなるわ。少々じゃなく難しいかもしれんが、どんな無能なミスを犯しても、その度に優しく教えてやれる指導者が必要だと思う。言い方は悪いけど雇用主と従業員みたいな関係じゃなくて、小丸社施設の職員とそこの患者みたいな関係で。とてもスッと入ったわ。多分それ間違いないと思う。怒鳴られたりすると自分への不甲斐なさと、迷惑かけた罪悪感だけで頭の中キャパオーバーするんだよね。まあそんな関係の職場があればいいんだけど。なんか受け答えを見ると釣りに見えるんだが。俺も釣りならよかったわ。人間関係があるとどうしても自分の力が発揮できないところがある。つまり人間関係がないところを選べばいいだけ。学校の先生とか消防士とかいいんじゃねえか？教員免許は大学行く必要あるし、よほど体力に自信ないと消防士なんて無理だろ。無能以下の外事だったんだろ。こいつの言ってることをまとめると、事務職やりたい、発達障丸疑うくらいのガチ無能だけど怒らないでほしい、だもんな。自己中にも程があるわ。事務職やりたいとは言ってないような。倉庫内での仕分けでもしたらいいよ。箱の中のシャンプーとか出してベルトコンベアに流す仕事。そんなのあるの？とりあえず家にお金入れたい。マジならなるべく家から出ないで生活保護でも受けて生きてくしかないよな。一致は雇われる側に向いていないようだね。この際、借金して会社を起こすしかないだろ。もっとも人脈もコネもないようじゃ、すぐ倒産するだろうけどね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は毎回生ポを断られてしまうというニートの一致の話を紹介するよ。ニートは35歳。今日も生ポを断られてしまう。実家暮らしの35歳のニートなんやが、もしかして、と思って月に何回か生ポがもらえるか電話してる。結果、実家暮らしならダメだって言われて、しばらく会話して電話を切る。これ、月に2回を続けてたらそのうち向こうが疲れて生ポくれたりしないよな。そんな簡単にもらえるわけないやろ。なんで役所の人の仕事の邪魔をしてんだよ。邪魔すぎてっさ。それでもらえたら苦労しないわ。俺たちの決定だぞ。なんで実家暮らしでもらえると思ったんだよ。だから書いてるだろ。ダメ元で電話してんだよ。何度も電話してたらこっちのことを覚えてもしかしたら、って思ってさ。電話番号を覚えられて着拒否されればいいのに。なんでそんな無駄な時間過ごしてるの？まあ一致の人生自体が無駄だけど。産んでもらったのに今みたいな人生、申し訳ないと思わない？生ポ欲しいなら実家出ればええやん。でも生ポだとめちゃくちゃ狭いボロアパートにしか住めないんじゃないのか？まあそうだけど生ポ欲しいなら仕方ないだろ。一致は生ポ欲しいのか、ただの冷やかしかどっちなんだよ。さっきも書いただろ。何度かしつこく電話して役所の人と仲良くしたら面倒でハードル低くしてくれるんじゃって思ってさ。でも、毎回電話相手が違う気もするし、同じ人が出た時は明らかに俺だとわかるとテンションが下がるんやが。めちゃくちゃ嫌われててくさ。もうかけてくるな、って思ってそうだな。じゃあ、何度もかけてると、態度が悪くなっていく感じ？それがそうでもないんだよな。向こうではイライラしてる雰囲気はあるけど割と受け答えは丁寧な感じがする。それ、絶対に、もうかけてくるなって思ってるよな。それか相手も、一致が適当にかけてることに気づいてんじゃない？役所の電話って録音されてそう。だから相手は丁寧なだけだろ。心の中ではクソニート丸ねって思ってんだろうな。老人の電話相手も面倒だろうけど一致みたいな暇人の相手も面倒だろうな。もうそろそろやめたら？ダメや、俺と相手の根比べやで。どっちが先にギブアップするかや。まあ実家暮らしだから今のところ生ポはなくても生きていけるけど生ポもらえるまで電話かけ続けるやで。もう諦めろって。まあ暇すぎて器用にクレーム入れてるようなやつよりはマシか。やっぱりもらえると思ってないけど遊んでるパターンやろ。間違いなくそれだろうな。役所への電話以外は何してんの？基本はグダグダしてる。朝、ゆっくりめに食べてなんじゃい見て、ゴロゴロして、FPS やったりしてる。あとはまっまに言われて買い物行ったり、力仕事したり、部屋の掃除を無理やりやらされたりやな。今は35だけどさ。40までニートだったら出てけって言われてるんだよ。冗談の可能性もあるけど、本気の可能性もあるだろ？だから、40には実家を出るから今から生ポークレって言ってんだけど、通じないんだよな。通じないのはお前だよ。今、実家に住んでるんだから、生ポの基準からは外れてんだよ。そうか？まあいずれ追い出されるなら基準はいずれ満たすんだしええやん。いい加減すぎてくさ。一致みたいに、ぶっ飛んでる人間じゃないとニートを長く続けられないってことだろ。うわぁ。40になってから申請しろよ。役所の人にその話もしたってこと？したけど悪いんか？親は40になったら Y の扶養をやめる気だから今から生ポをくださいって言ったわ。そしたら、40になって、本当に家を追い出されて仕事もない状態で申請するように言われた。
マジで頭固いよな。何度か同じような電話をしてる。人が変わっても対応は同じ。そろそろもらえてもいい頃やと思うんやが。絶対にもらえないと思うぞ。その調子で40になる前に親に追い出されればいいのに。狼少年みたいな感じでさ。実際、本当に親に追い出されても、またこいつは嘘だろ、って思われて、終わらんかな？ああ、それは普通にあると思う。一致のせいやで。本当に追い出されたのに Y に生放くれなかったらどう考えてもおかしいやろ。役所の怠慢やで。いや、お前がおかしいんだぞ。こんな子供を持った親が不幸よな。なん癖ばっかり親にもつけてそう。わかる。口だけ達者なタイプか。コールセンターとかに就職すれば？もちろん苦情対応で、一致ならいける。損保とか保険系のコールセンターとか一致に合いそうだよな。ん？在宅ならそれもいいな。でも在宅は無理だろ。客の個人情報を扱うから、コールセンター系はまだ家では無理だろうな。家でできるんなら興味あるんだけどな。でも一致だと客を論破して喧嘩したりもしそう。ああ、想像つくわ、やりそうやな。なんか働こうと思えば働けそうでムカつく。健常なら働けよ。Y は ADHD だから働かない。ADHD も働けるだろ定期。マジで仕事の妨害してるよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。4年前俺、ニート最高、親たひんだら生ポで生きていくわ。現在、俺一生ニートで本当にいいのか、人生何も楽しくない、何十年もニートしてる奴らすごいわ。コミュ障で面倒くさがりで働く気なんてなかったのに最近苦しい。ちゃんと働いててその上で趣味も楽しんでる人たちを見ると辛くなる。俺は働いてなくてしかも何も楽しんでないクソみたいな人生。ニートでよくよく考えたら楽しいと思ったことはなかったかもな。辛い生活と現実から逃れられた安心感だけ。ニート初期は脳みそ空っぽで引きこもってた。昨年までは俺にはニートの才能があるって本気で思ってたぞ。社会不適合者なんだからプライドなんて元から粉々や。20代のうちは気楽や。30超えたら地獄。好きな人できて働く気になったわ。なお間に合わん模様。ニートになった頃はちょっとうつ気味だった。体調にも影響してたしな。今はただの怠け者。いやお前も4年ニートしとるやん。才能ある方やろ。20代ならまだ間に合うんか。書き込んでないで早く働けよアホ。出会いがないわ。さすがに飽きてきたわ。でもできることない。4年ニートしてるならまあまあ適性あるやろ。孤独で震えることになる。趣味？何も楽しんでない。何言ってるんや。一致は何時で毎日何かを叩いてストレス発散して対立煽りにレスバトルを楽しんどるやないか。この頃将来の不安でやばいわ。公務員でもゴミ拾いでもいいから仕事あるやろ。ちなみにほとんどロム線やで。同期やな。ワイは今めっちゃ楽しいで。歴史上の偉人とかも20代のうちはフラフラしてるのも多いしな。 UFO とか暇つぶしどうしてるんや。ニートって楽しいんか。働いたって地獄なんだからどうしようもなくない。結局どこかで自丸するしかない。ワイもニート歴6年や。4年もニートできるのすごい。転職までの1ヶ月の有給消化ですらきつかったわ。長年続くと不安でやばいで。4年目のニートだけど図書館行ってアマプラ見てソシャゲやって、むしろ時間足らんってしゃあない。ワイは働いとるけど毎日丸に対し生きていけるなら無職でいいやろ。不安ならバイトでもいいから働けばええやん。なんで不安がってるくせに何もしないんや。時間足らないと思えるの羨ましいわ。少なくとも高校以降の人生では今が一番幸せや。やりたかったけど気力と時間がなくてできなかったこと順調に消化しとる。できそうなバイトないねん。ニートのゴミの分際でアマプラソシャゲ楽しんでてくさ。金あるなら友達作ればええやん。何時やなくてツイッターとかでニート探せばいくらでもおるやろ。何ならできるねん。車の運転。ニートできるやつが羨ましいわ。ワイもニートできるならずっとやれる自信あるで。生ポもらえるなら普通に生ポでええやん。スマホも PC も持てるらしいで。中途半端に社会復帰するのが一番地獄やぞ。ニートでいられるならニートしとけ。ワイくん3年目。そろそろ辛い。マジでゲームしてスポーツ観戦して寝るだけの人生。ワイも毎日そんな感じや。親いつまでも生きてないし。なんかニートであることがアイデンティティになってきたわ。ゲームやる集中力すら消え失せたわ。暇だから覗きに来たけどこのスレちょっと前にビップで見たぞ。通算5年半くらい無職だわ。今は去年バイトして買ったゲームが楽しい。なんでニートのゴミがゲームなんてやってんの？親の金無駄遣いすんなよ。お前らが消費する立場は飽きるって散々言ってきた意味が分かってきたわ。アニメゲームも飽きるし、子供どころか仕事とか与える立場にならないとほんま虚無。俺はニートになった時に友達全員切ったわ。合わせる顔がなかった。心配して家まで来たやつもいたけど、あの頃の俺半分発狂してて面会謝絶した。もう来ないでくれってメールして LINE 退会してそれっきり。
今も孤独に生きてる。何もできないと思ってるならむしろ何でもできるやろ。失うものないんやし。金持ちの人生も暇との戦いや。ニートと変わらんで。彼女いたり友達多かったりニートのくせに変に条件良いやつの方が好き感なくてやばい。体力もコミュ力もないし何にもできないわ。現状ニートの何が不満なんや？ニートに不安を感じて社会復帰すると今度は結婚してないことに不安を抱くようになる。一生不安との戦いや。7年ニートしてから働いたけど2ヶ月で辞めてまたニート。ニートの人生しか考えられない。漠然とした人生への不安はあるのに腰が重すぎてな。家事手伝っただけで生きることを許されたように感じる。人間になりてえ。どう見ても君、何もできないことにプライド持ってるやん。ニートの試練は金ないことと、暇なことと、毎日に張り合いがなく無気力になること。これらを気にせず生きていけるなら一生ニートでいい。そもそも実家が太くないとできないから羨ましいわ。20代なら遊んでいい。30から就職活動やってもほぼ不可能やから27から29の間に就活しときや。29と30でも価値が10倍は違うから。確か35がリミットだっけ。そこからはどこも取ってくれないよ。20代後半で仕事辞めたとき、1年半くらい仕事見つからなかったけど気が狂うかと思ったで。一生ニートやろう思ってる連中は、よく将来の不安に耐えられるな。なぜか簡単に生活保護もらえると思ってるよな。大卒ニート24歳なんやがどうやって就活始めたらいいんや？ずっと我慢せず生きてくると何かあったらすぐ嫌になって投げ出してしまう。ニートになる時点でまともな社会生活送れないって確定してんだし気楽に酒飲んで寝とけ。お前に働くのは向いてない。そんなに心配なら最初からニートになるなや。なんか昔ナマコ一択で働くのはアホみたいな風潮あったけどあれ何やったんや？ガチであんなはしたが寝てまともな生活。寝る前のうつがやばいな。親が死んだ時とか想像して。ここまで不安になってるくせに結局何もしないんやろ？20代なら若いし余裕でやり直せるぞ。本当にヤバいと思ってるならの話だけどな。ニートが頭で分かってても動けない無気力状態ってことならシャチクのワイも一緒やで。ワイもこのままではほんまに一生シャチクやってるだけで終わるの分かってるが何もアクション起こせない。こういうの見るとワイが幸せニートできるには、能天気な気質と親の金と楽しめる趣味と、稀有な条件が揃った結果なんやなってしみじみ思うわ。毎日感謝して生きるわ。家庭菜園やってみ。まともな人間的な生活はできない。趣味のゲームも下手。生きる価値ないのに丸抜ことすらできないガチのゴミやぞ。引きこもり飽きて最近は散歩するようになったけど何もイベント起きなくてつまらんわ。せいぜい野良猫歩いとるくらいや。16の頃からニート歴10年や。もはや仕事やろ。20歳 Y もニートやったがとりあえずバイト始めて1年は経ったわ。 Y は12から24までの12年やな。プロやろ。楽しくないけど嫌な仕事をしたくはない。かといってやりたいことを仕事にする実力もないんや。ワイも人生の半分くらいはニートみたいなもんやから自分がわからないわ。人と話すこともないから声の出し方がわからないだけやなく自分の人格がわからない。短期で辞めるニートは健常者。長期ニートはもはや病気。バイトすら本末図鑑はどうしたらええんや。ニートは何らかの病気やからね。暇なら一遍精神科か心療内科か行って細かく調べてもろたらええで。ADHD とか ASD とか SAD とかいろんなもんがちょっとずつ含まれてたりする。重くならんうちにね。めっちゃ古典的やけど紙に書きなさいよ。好き嫌いやりたいやりたくないなりたいなりたくないってやつ。夜は暗いすればっかやな。健常者は1ヶ月くらい経ったら動くんや。どれだけ長くても1年くらいが限度や。それ以上の長期間何もしてないのは精神に異常をきたしてるから病院に行った方がいい。病院で薬もらうとかせめて相談するだけでも変わるで。働く前はバイトにさえ嫌悪感抱いてたけど、一回始めてみるといろいろなところで働きたくなったわ。何度でも言うけど、ニートは才能だからな。どんなに努力してもできない奴にはできない。ニート何年目が一番辛いんや？何も感じなくなるのは何年目？ぶっちゃけ最初。ニートになる奴はニートになる理由が一応あってそれから逃げてるわけだからその逃げる理由が一番辛い。一度きりの人生それでいいんかって思うわ。ほんま不思議やなんで頑張らないんや。働くまでの求人探して履歴書書いて面接受けるまでがほんと面倒くさいわ。ワイは学生時代無遅刻無欠席で言われたことに反抗する意思を見せない奴隷ロボット人間だったが、国が徴兵みたいに仕事無理やりやらせれば真面目にやる。ワイはゲーム好きやから一生できるわ。ゲーム飽きるとかいうやつはさえ取ったらゲームできなくなるとかいうやつと同じでそもそも最初からゲーム好きじゃない。ニートの才能って要するに危機感のセンサーがぶっ壊れてるバカってことでしょ？結局世間知らずなんや。晴れの日にのんびり浮いてる湖の白鳥の水面下やら雨の日を知らんのやろ。ニート初期はめっちゃ楽しかった。深夜に酒飲みながらハンバーガー食べてみちゃん見てた。
そのうち世間や友達の目が気になってそれがストレスになって社会復帰したわ。世間の目ってお前の近況知ってるのなんてどう考えても一桁人数なのに気にする必要ある？全国民から監視されてるなら気にするかもしれないけど。夢も目標もなくただ生存してればいいって、それもう人じゃなくて家畜だよね。ニートって虚しいんだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。30歳職業訓練校に通ってる子同時ニートだが内定もらったった。マンモスーレピー。いつの時代だよ。奴隷許可証。嫉妬？すまん、職決まってないやつおる？ほんとすまん。でも子供部屋じゃん。地元から離れるから子供部屋からも脱出するぞ。何の講座受けたんだ？電気の講義受けた。電工2種の範囲で終わりだと思ってたけどちゃんと実務的な範囲まで教えてくれた。木工？電気ベースで建築やったり設計組んだりだね。仕事もそんな感じです。はい。すごいじゃん、おめでとう。訓練校と就職と面接、それぞれどんな感じだった？訓練校の生徒は9割クズ。大半が工場勤務や首切られた派遣、契約。1割 U ターン就職で戻ってきた優秀な人がいる。先生も基本的に生徒を見下してる。就職は電気関係。面接は嘘偽りなく経歴を話したら採用。工場作業員様とひれ伏す立場になるのに派遣を見下してどうする。ありがとう。訓練校の面接はどんな感じ？訓練校の面接の基準は先生から聞いたけど経歴でほぼできレースらしい。求人チェックしてることとどこの会社を受けるかは決めてないけど、業界の会社を受けたいと思ってますくらいの考えを伝えれば受かると聞いてる。通ってる間は親のすねかじっとったんか？当たり前だろ。一発に働いてから生きりな。んまあそういうことにしておこう。休職してるやつは店ニートだぞ。腰ベルトと脚立作業頑張ってね。エアコン取り付けで忙しいな。エアコン取り付けは需要でやった。安心して俺に任せてくれ。バカにされてるのに気づいてないのが素晴らしい。あと8年早ければ一発の青春できたのにな。2年くらいで出戻りっぽいね。まあ本当は一部上場企業に2回いたんだけど家庭の事情で地元に戻ってさ。地元で働いてても給料安いわ。同僚は感情コントロールもまともにできない猿ばかりで嫌になって都心に戻ることになったんだよね。ちなみに工場の話、ちょっとニートしてたけど働けることになってよかったわ。どうでもいいんだけど君が思う優秀な人ってどんなよ？会社はビジネスモデルさえ確立できていればあとは人材を増やして事業を拡大していくものだと思ってる。大事なのは2点あると思っていて、経営と人材確保。経営や利益の確保は俺レベルの人間が口出せるようなものじゃないけど、現場の人間でも人材の流出を防ぐことはできるよね。現場で優秀と呼ばれる人材はそういった背景を意識した上でのコミュニケーションが取れる人かな。何年通ってたの？4ヶ月。そもそも電工に程度を教わってる時点で察しはつくんだが、独学で仕事ついでの学習半年が目安なのに朝から晩まで通ってその息り半端ねえな。さすがにいいと。俺23も全然決まらないんだけど訓練校行こうかな。いいと思うよ。少なくともバイトやフリーターやるよりはマシ。電気か、終わったな。ニート相手に生きりマンはいてて草。工場勤務はらなのか、まあ作業員のことだろうけど。俺も昔工場に勤めてたよ。金賞で年収600万くらいだったけど。電工って基本的に作業員バカにしてるの多いからな。こいつに限らず品質や設計の人間とかもいたけど工場勤務はらだったぞ。トヨタとかなら別だが工場勤務の人間は等しく見下してる。言うて電工って建築現場の最底辺だぞ。建築作業の合間にお願いして配線する立場。産地とって工場回りしてる人でなくて配線工？それ電工ちゃうで。お前も設備保全と電工ごちゃ混ぜだぞ。お前の言うてる電工だと電源持ちの高圧現場主任技術者の話では。君は何になるの？職場は特高圧現場になる。工場ではない。変電所でもなく？それ答えたらある程度絞れるでしょ。ノーコメント。4ヶ月お疲れ様。訓練校選ぶのにどれくらい時間かけた？ありがとう。疲れたよ。話は聞いてたから地元の企業退職してニートしてから即申し込んだ。自分で人生設計できる人なら入校して損はないと思うよ。身だしなみ整えなかったり授業中寝たりゲームしてるようなクズは就職支援もされてないけどね。これだけは言っとくわ。電工の属性、飯の種をくれる人を見下すので性格がひん曲がる人多数なので、電工とはなるべくなら関わらない方がいい。俺も言ってたわ。中には職業訓練に来るの4回目とかいう終わってるやつとかいて、なかなか面白いところだった。まあ講師の先生もこんなんばっか面倒見てたら生徒見下すよなって思ったよ。全くやる気ないやつとかいるよな。カルチャースクールと勘違いしてるおばさんとか。あからさまに雇用保険延長狙いできてるのもいたけどさ、この先の人生どうするんだろうなって思ったよ。ひろゆき、人口の5割は偏差値50以下なんですよ。
一番立場低いのに言っちゃったのか。まあ頑張ってね。ご案だと。まあいいや。優秀と定義してるのが、コミュニケーション取れる人ってのが救いだわ。頑張ってな。ミスしたら人が丸む業界やで。ご案だと。俺が電検一時取った時は下請けで雇うこともあると思うけどよろしくな。だから取ってから言え。実務経験積みながら勉強を続けるの？向上心だけの世界だからサボるとすぐ終わる業界やでよ。もちろん。もう二度と工場で働いているような底辺低収入とは絡みたくないから勉強して自分の立場を上げるしかない。電検3種取れるまで怠ける気はないで。キモ。Y は地方の小さい遊園地の保守で現在干され気味だけど君とは生涯関わるところないと思うけど一応言っとく。子供どうすんの？なるほど遊園地で保全、点検ってとこか。常駐？子供に関しては作る余裕ないよ。少なくとも電検取るまでは考えてない。ニート期間があるとはいえ今は職業訓練通ってるんだしニートじゃないじゃん。ニートやで。あそこに通ってるのは実質ニート。歯医者行ったらもろに見下される。生きり無能ではろうた。ちょいちょい見え張ってるけど、そこまで有能に思えないんだよな。そりゃ、本当に有能だったら、今の一致の状態になってないだろ。昔エリートとか、嘘松だろ。ただのニートのくせに。なんて思っても勝手やで。どうせお前らは底辺工場勤務だろ。どうして、ここまで自信が出てくるのか疑問。しかも電検3級だってまだ取ってないし。それは取る気があるし、ワイは今、やる気で満ち溢れてる。早く底辺と別れられるように頑張るわ。数年後、どうなってんだろうな。30歳で何個か会社変わってて、ご同時ニートしてるってので察し。本当は職歴もないんじゃねえの。ここでしか生きれないんだろ。放っておいてやれよ。ごちゃんしか生きる場所がないとかかわいそうなおっさん。最初諦めてるって実質の敗北宣言じゃん。数年後にどっちが勝ち組だったか、わかるからいいよ。ごちゃんに書き込むしかやることないなんて暇なんだろうな。他の30代に比べて本当に自分の方が勝ち組だって思ってんの？実は30代じゃなかったりして。そんなことで嘘ついてどうするんや。夢でも見てるんか？さっさと現実を見ろよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、号泣したらご飯を持ってくるようになったという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートY 38歳。号泣したらご飯持ってくるようになった。38歳になった式ニートなんやが、最近、部屋からも出れなくなった。やばいかな？部屋から出られないってどういうこと？なんで自室から出られなくなったんだよ。最初、家の外に出れなくなったのは、30を過ぎたくらいに外を歩いてたら不審者っぽいことを言われたんだよな。それからは、もうずっと、ちょっと人とすれ違うだけで、自分の悪口を言われてる気がして嫌になったんや。それはちょっとわかるかも。ちなみに気のせいじゃなくて、毎回本当にあれこれ言われてたんだろうな。ニートでも外見に気を使えばちょっとは違うのに。ワイもニートだけどヒゲを剃ったり髪を切るようにしてる。最近はリモートも増えたから、外見だけしっかりしてればまともに思われるってのは同意。そんな話、もう遅いって。当時のワイは周りが敵だらけに思えてすぐに引きこもったんや。それからは、もうずっと、ちょっと人とすれ違うだけで、自分の悪口を言われてる気がして嫌になったんや。その結果が、引きこもりか。でも家の中なら平気だろ。まさか、両親にも何か言われてると思うってこと？両親からは、言われてる気がするじゃなくて、あれこれ言われてた。たまには外に出ろとか、日の光を浴びないから余計に鬱っぽくなってるとか、掃除するって言われて家を追い出されかけたこともある。それで親とも顔を合わせたくなくてだんだんと部屋に引きこもるようになったってわけ。出来損ないの引きニートが親に優遇されるわけないだろ。変な目で見られるのもしゃあない。親も一致と同じように近所の人とかにあれこれ言われてる可能性もあるしな。そりゃいろいろと言いたくもなるだろ。近所の人は置いておいて、親は一致の被害者だからしゃあない。一致を独り立ちさせたいって気持ちもあるんじゃないのか？引きこもってても良いことないぞ。ずっとブツブツ言われたら引きこもりたくもなるやろ。食事だけはリビングで食べるようにしてたんだけどさ。昨日の夜、パッパにあれこれ言われて、かなり嫌になって、今日の昼食から自分の部屋で食べるようになった。最初は食事だって言われておりなかったら、マッパに注意されたんだけどさ。2階で、下に行きたくないって大泣きしてたら、ドン引きしたマッパが2階に食事を持ってきた。これで食事の時間も下に降りる必要がなくなったから、ますます引きこもりが進みそうや。マッパ、甘すぎやろ。その甘すぎが命取りやで。一気の引きニートかがますます進みそう。38歳が何泣いてんだよ。気持ち悪すぎてさ。食事がどうのこうのってだだこねてる38歳児を想像してドン引きした。こんなの育てた親が悪い。さすがに食事くらいは下で食べた方が良くないか？親とのコミュニケーションも必要だし。でも怒られるばっかりだしさ。そんなコミュニケーション必要か？
このままの方が楽だなと思う。そういえば、前に一度、マッマがパソコンとスマホを取り上げようとしたんだけど、その時も泣いてごまかした気がする。泣けばあれこれ解決するのって小学生くらいまでなんじゃないのか？中学の時に一度、親と喧嘩して泣いたけど、優しい対応なんてなかったぞ。大人が泣いてるのなんて気持ち悪いだけ。同情も何もない。うわぁ、定時か？泣けば良いと思ってるわけじゃなくて、感情が高ぶると泣いちゃうだけなんだよ。こんな生活やめたいけど、外に出るのは無理や。トッポもいないし外に出たって意味ないやろ。その年齢だと、友達と同行じゃなくて働くべきなんだが。そもそも一致の年齢だと家族がいてめちゃくちゃ働いてると思うぞ。同級生が結婚したり部下を持ってて虚しくない？そういうのを考えると憂鬱になるから考えないようにしてる。寝る前にたまに考えることもあるけど、朝起きるとリセットされてる。ハロワとか相談できる機関に行ってみればいいのに。何もしないと、変わらないままだぞ。食事まで持ってこいってやってると、マッマを怒らせてニートできる期間が減るだけな気がする。もう親としては一致を見捨ててるだろ。冷静に考えて、一致が働ける気はしないなぁ。会社でも、すぐに泣きそう。そもそも面接で泣いて終わりだろ。働くことはないと思ってる。しばらくは親の金を頼りに帰省して生きていくしかないやろな。親が丸んだ後とかは考えてない。難しいことを考え出すと疲れるから極力、一日のほとんどは現実逃避してる。30代後半で人生を諦めるのは早いと思うけどな。でもずっとそのままだったら、50代、60代になったら終わってそう。まあ一致の人生だし、勝手にすれば？こういうの見てるとなぜか落ち着く。自分より下がいるって安心するからな。38歳で号泣ってどうなってんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。職歴なしニートY27、面接が雑談のみで終了。志望動機も自己 PR も聞かれてない。もう終わりだよこの国。1時間ほぼ雑談して終わった。くさ、絶対に入れないと思われてるね。一致は何ができるの？車の免許ある、あとはない。説教されるよりはマシや、あいつら好きあらば説教するからな。それ覚悟でいろいろ準備してたんや。職歴なし期間への突っ込みすらなかったからな。中途雇われとそんなもんやぞ。ま、マジ、でいつから来れる？って聞かれてたら内定確定。聞かれたわそれ、明日からでも行けます。って言ったら明日休みだねって笑われた。ちゃんとニートしてんな。まあ聞かれても履歴書に書いてあることと同じこと言うだけなんだけど。だからニートはやめとけと。みんな言ってくれてたんやで。落とすなら書類選考で落としとけや。第一印象でこいつダメだなってなったんかな。マジ？ニート卒業？人手不足の業界なら割と普通だろ。そんなもんやろ。面接官やるけど大体のスキルは職務経歴でわかるし、少しでも人間性知りたいから雑談するぞ。受けたのは製造業や。募集一人ってなってたから人手不足か微妙。どういう職場か知らんけど、人欲しいとこならそんなもんやぞ。なんなら年が20代なだけで武器になる。いつから来れる？は 90% の激アツや。雑談してこいつ明らかにやべえってならんかったら、採用でええわってところも多いで。前職対して役に立たん専門性ある会社やと。うおお、その人事の仕事やってる感をアピールに利用されただけやで。ちゃんと会話のキャッチボールできるかを確かめられたんやないか？ちな何の仕事なん？ワイニート29も来週面接行くわ。食品の製造業、会話のキャッチボールの手応えはない。どもりまくったし。志望動機なんてクソの役にも立たんからな。どんだけ綺麗事言ってもどうせ本心は金が欲しいか、家から近いか程度のもんやし。1時間も雑談したらいけるやろ。今考えると、雑談長引いた一番の原因は面接官5人おったんやが、おっさん同士でゲラゲラ話してたからや。ワイも笑ってただけや。大卒？うん。駅弁だけど、変に期待するとダメだった時ショックでかいから、切り替えて次の選考の準備するわ。1時間も雑談って採用決定やろ。取る気なかったら15分で終わりやぞ。スーパーの面接行ったら好きな YouTube 聞かれて、君友達いないでしょ？って言われた。怖すぎる。面接っていじめなの？嘘つけ。バイト？正社員、働きてー。労働はクソってワイも言いながら働きたいんや。中途でベンチャー受けると大体雑談で終わるよな。転職の最終面接こないだ行ったらテンプレの質問だけされてその場で内定もらった。1週間以内に電話かメールで合否は伝えるって言われた。相手の総務か人事が無能なだけや。次行け次。雑談できる方が優秀やから受かってるやろ。ワイは合格しとるような気がするで。コミュニケーション能力を測るためにわざと雑談した可能性もあるな。今まで何してたか聞かれなかったんか。形だけの面接やな、取る気ないやつ。27歳まで遊んでたやつとかいらないよね。すぐ辞めそうだし。みじんも取る気なかったら1時間も雑談せんやろ。おいちゃん5人もおったんか。
まあこんなところでグダグダ言ってるやつやとはんで正解やろ。駅弁で27までニートしちゃったか。今までお前にかかった学費みんなパーだな。ニートに志望動機を聞く理由ってなんや。ほぼ確実に働きたくはないけど、仕方なしにって予想できるやろ。なんでうち選んだか知りたいやん。ワイも志望動機は聞かれんかったけど、そんなもんじゃないの。そもそも職歴に文句あるなら書類で落としてるわ。暇なわけちゃうぞ。27まで職歴ないのはきつい気がするな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。超緊急、ワイニート、カブトムシの飼育に大失敗、マジで親に追い出されるかもしれない。カブトムシ多頭飼いしてるんやけど、コバエが鬱陶しかったからカブトムシのケージの近くで、コバエが寄ってこなくなるスプレーをかけたんよ。そしたら、しばらくして、カブトムシのほとんどが転倒する頻度がバカみたいに多くなって、見てみたら前足が使えんくなってるみたいなのよ。で、丸慣れるとまずいからさっき自然に放流してきた。マジで失敗した。このままじゃ、また親に働け言われる。何回やんない？本当に助けてください。せっかくのチャレンジだったのに。カブトムシ打倒買い。この時点で意味がわからない。金儲けに使いたかったんよ。働けていき。育てるの失敗したからエッチもカブトムシみたいに放流されるんやで。嫌です。家でぬくぬくしたい。ワイも実家でぬくぬくしてたい。でもよ、土日は親にリビング占領されるから言うほど楽でもない。自然に返すってことはヤマトカブとか？あんなん利益にならんやろ。いやー、飼育実績を積んで外国産に挑みたかったのよ。一生簡単な国産カブトすら丸仕掛けるお前には無理やね。虫じゃなくて自分成長させてみろやゴミ。じゃあ、どうすりゃいいのさ。働けや。わろた。助けてください。お願いします。カブトムシ丸したら親に家追い出されるって、意味がわからんのやがどういうこと？カブトムシを資金源にしようとしてたのに、それをスプレー発射して、助かるのかわからん状態にしてもうたから資金源の可能性を絶たれた。つまりごくつぶしに逆戻りになるかもしれないからや。なるほどね。わい、プロのブリーダーやけど一致みたいなのは正直適正あると思うよ。おうおう、神降臨、でさでさ、こういう場合は、どうすりゃええのさ。ねえ、とりあえず、先輩、いろいろ教えてください。一致もカブトムシと一緒に飼育してあげれないんか？親がカブトムシ飼ってたわけちゃうんやから、別に丸しても変わらんやろ。いや、親にはカブトムシを資金源にするから、働かなくていいという約束をさせてたのよ。さ、働けやボケ。実質ないのにどうやってカブトムシ育ててたん？リビング使わしてもらってたんよ。さ、カブトムシ並べた部屋で飯食ったりしてたん？部屋で、カブトムシのボディに癒されてたんよ。資金源ではあったけど、それ許してくれるんなら、多少ごくつぶしやってても許されそうやけどな。トヨタの住み込み作業員行け。この時期ホームセンターとかで、このカブトムシは A 店員が育てましたっての置いてあるよな。さっきカブトムシのカゴのそばにマルチュウガイ巻いたら、カブトムシ弱ったんやけどなんで、みたいなすれ立ててた人やろ。ガチやったんかよ。マジじゃなかったらすれ立てしねえよ。おかげで資金源はなくなった。今さら、新しく株価は捕獲も面倒。助けて。ワイはまず職業訓練校とかに行くべきやと思う。カブトムシで儲けるのは諦めろ。なんでや？なんでカブトムシは諦めんとあかんのや。いやだいやだ働きたくない。カブトムシの世話に必要なもんさえ、親に頼って買ってもらっとるのに、親が亡くなったらどうやって生きていくつもりなんや。だもんで、ブリーダー目指してたんよ。そしたらこの様よ。何のために生きてるの？働かずに楽して幸せになるため。社会復帰する気があるなら簡単な日本語くらい正しく使えるように気を使え。ないよ、ブリーダー希望してますもん。何歳？41やで。わあ。無職な？嘘やろ、ニートの年齢やないやん。くさ、頭悪すぎやろ。一応、丸んだ答えはいなかったけど、ほぼ全員が前足が使えんくなってるっぽかったのよ。長い時間かけてじわじわ丸ぬだけやろな。ワイは実家田舎やからミヤマクワガタとかカブトムシよく丸駐在で殺してたけど、噴射してから1時間以上は生きるからな。今も丸しとるの？丸してたのは小学生の頃や。今はすんなよ。すまん、41歳とか釣りで会ってくれや。釣りちゃうで、マジやで。ワイより6個年上なのにバカすぎて呆れるわ。35か、ええー、なー、管理職とかになってるんやろな。よく親がカブトムシでいいよって言ってくれたな。正直明日の朝にはカブトムシちゃん動いてないと思うんや。もう放流してきた。丸布満たないから。代わりに何するか決めたんか？ブリーダーになります。もうマジで最悪な日や。カブトムシたち。ワイのせいや。テレビにカブトムシブリーダーが出てたけど、販売はそんな儲からなくて、YouTube で儲けてるとか言ってた気するな。キッチはリビング占領するし、もうぶん殴りたいわ。新キャラ出てきたやん。キッチって誰やねん。父親や。キッチって可愛い鳥イメージしてたわ。もうマジで、なんなんや。最悪な土日だわ。クソが。パッパな。
湿地だ。キクラゲの栽培でもした方がマシ。病気や害虫対策で人の出入りは最小限にするためにもリビングでなく飼育専用の部屋が欲しいね。ブリーダーとして軌道に乗せるまでの計画立ててる？ヘラクレスと白カブトの幼虫飼うつもり。なんじゃえってマジでガチモンいるよな。だったらなんや。俺は ADHD と ASD 持ってる。社会には出ねえ。この位置かわいすぎるやろ。くっそムラムラしてきた。外国産の幼虫を成虫にしよう思ってるよ。アメリカのゴールドラッシュで一番儲かったのはツルハシとジーンズ屋やで。ママはなんで金持ちでないのだ。金持ちになってくれママ。飼育と並行して飼育動画をつべに上げていくと良いのでは。ツイッターにも義務教育の敗北を見た。オイスプレイで標本にしろ。もう森に返したりしたけど家で飼い続けても助からんよな。これ森から復讐しに戻ってくるで。様子としてはスプレーかけて数分後に急にカブトムシ全体がバタバタ暴れ始めて転倒したりしたんよ。大丈夫やろ、自然に返したら治る。それがささっき公園の木登れるか試してみたらうまく登れんくて落っこちてくんよ。ボトボト一時的に麻痺してるからな。そのうち治る。そうなん、どこ情報。大丈夫やからもう寝ろ。もう公園とか野生に返したよ。お前の両親も放ちたいけど丸沼で一匹飼ってるんやで。お前無責任すぎやろ。だからニートなんやで。前足動かんカブトムシよりごくつぶしやん。カブトムシは働けいうちっちを見返したくて飼ってたんやけど、この様よ。見返したいからカブトムシで稼ぐが意味わからん。地に足つけてバイトでもしろよ。頭悪すぎるからハロワ通ってる間にやり直し系の国語と数学やれ。うまくやれば金になる。オオクワガタならまだわかるがカブトムシじゃな。まずはカブトムシで実績作ってそこからヘラクレスやオオクワガタにしよう思ってたんさ。動物丸体で逮捕やね。丸したかったのはコバエ。カブトムシたちは貴重な子たちだから丸好きはありません。その変な喋り方ってやっぱキャラ付けしちゃってる感じなわけ。てかなぜキャラ付けって発想。もう精神的に立ち直れん。一生ごくつぶしすると決めたわ。今頃イッチが飼ってたカブトムシは逃げることもできずに鳥さんにむしゃむしゃ生きたまま食われてるやろな。でもワイの部屋で丸ぬよりマシやん。カブトムシたちはケージから出たがってて何回も脱走されたぜ。せめて庭に埋めろよ。コバエが寄ってこなくなるスプレーって要するにほぼ丸駐在やろ。イッチはカブトムシが虫ってことも知らんかったんか。ケースに向けて発射はしてないんよ。その周りに向けて発射しただけなのに。お母さんすれ立ててくれないかな。息子の飼育に失敗したって。自分の育成もできんやつがカブトムシの育成なんてできるわけないやろ。んなことはない。ゼリーは毎日あげてた。ダイソーでママが買ってきたやつだけど。売る当てはあったんか。ヤフオクで売れたぜ。2匹で350とかやけど。カブトムシが育たないのはイッチの責任。イッチが育たないのは親の責任。一時的にカブトムシが興奮状態になってただけやろ。その状態でつがいを同じケースに入れとくと鬼のように交尾しだすで。それが前足が使えんくなってるみたいで、うまく交尾ができんかったみたい。興奮状態なのに前足が使えんくて思うように交尾ができん状態で放置するんや。そうすると前足が使えるようになった時に爆発して鬼交尾しだすんや。しかも試しにオス同士をバトルさせよう思ったけど前足のせいでか全然バトルせんのよ。クワカブ飼育趣味やから教えてやるけど増やしてプラスにするなんて基本無理やから諦めろ。なんでよ、卵たくさん産むんやろ。ねえ、産むが大量に売るってなると1匹50円から100円の計算でやらんとさばけんような価値のもんやからな。育てるのに1年弱かかってさらに餌代場所考えたら儲けなんてゼロやぞ。かわいそう。この一致同人誌って儲かるんでしょと言ってるやつと同じ発想してて笑える。自分を助けられるのは自分だけやで。脳みその質量がカブトムシ1匹分もなさそう。スプレーとか虫全般に効果あるに決まってるだろ。壊滅的に頭が足りなすぎる。黄色い救急車呼べよこんなん。意識失って倒れてる高齢の母親見つけて怖くなって押し入れに封印したこと叔父の事件思い出した。40代ニートとか親もアホだろ。さっさと追い出しとけや。そもそも飼育していたカブト逃してるのがヤバい。カブトムシより脳みそ小さそう。働く必要ないやん。確実に手帳もらえるし。カブトかわいそう。イッチも親も飼育の才能なかったんやな。ちょっと面白かった。マジなら外国産カブトを放流はアウトなんだが。放流したのは国産や。マジなら何もかも常識足りなさすぎだし、社会出ても使い物にならないからそのまま家にいてくれ。無職の41歳か、きついな、いろいろと。ニートの枠を外れてるし、今後を考えるなら何か発達か希少かで手帳もらった方がいいと思う。途中エッチに浴場し始めてるやつおってくさ。外国産の生き物を何も考えずに野生に放つアホは丸んでほしい。このエッチで取り扱い業の許可を取れんやろな。
分かって慣れてない上に、知識も足りてないこと簡単にやり始め出すよな。国産のカブトムシでも違う地域から連れてきたやつを、野に放すのあんま良くないぞ。国産でもアウトだけどな。生息場所によって遺伝子が違うから。まあカブトムシなんて、そんなこと言ってもしゃあないくらい放されまくって遺伝子汚染進んでるだろうけど。北海道があんなだし国産はもう手遅れや。こんな釣りしかできないとか悲しくなってきた。ネタだと思いたい。資金源って言葉が何か変な感じがする。働けて言うとる奴らは頭が悪いんか？金魚とかでよくね。カブトムシを育てられたとしてもこいつじゃ金に換えるの無理やん。助かることの第一が働くことだってみんな言うとるやんけ。常識言うとるだけ。ダメな才能だけに親譲りなんだろう。こういうタイプのアホが自分の都合で外来種とかも放流しまくってんだろな。本物を舐めてはいけない。こいつの最適解は一体何なんだろうな。何もしなくてもタダで金もらえる方法か。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。